皆さんこんにちは日本現代アート委員会の大立と申します本日はセッションにアーティストプレゼンテーションを成合さんとともに担当いたします今回あのアーティストプレゼンテーションは国内外で活躍をする若手アーティストの紹介ということで特にテーマが決まっているわけではありません えー、とはいえ今回がアートプラットフォーム事業として最後の国際ワークショップになることを踏まえて、えー、今回のワークショップでの他の発表と緩やかに連動する形にしたいと思いました、えー、そこでアートプラットフォーム事業が掲げる、えー、トランスナショナルという観点を持ちまたトランスという意味を広げる形になりますが、えー、領域横断的な作品を続け活動する4組のアーティストをご紹介いたします、えー、手前からスクリプカリウ落合アナさん ハン一周さん・イッシュさんは皆さんに会場の皆さんにはご覧いただく「トリエナーレ」に出品していらっしゃいます。その隣がメッスの谷川かなえさんと新井尊さんです。それから桃瀬彩さん お瀬さんも出品していますので皆さんにご覧いただく機会があると思います。<laughs> 作品のつ作品のあの紹介をあのしていただくと同時にどのようなことが制作にと制において作家にとって重要でありどのように社会や世界と向き合っているのかという話をしていただければと思っています。 現代美術は鑑賞者の解釈に慣れる部分が往々にしてあるわけですが一方で鑑賞者が持つ固定概念を揺さぶるもものでもあります文脈が違う場所や分野での発表においてまた同じ文脈を共有しているとしても細かい差異が生じる公的な場所での発表に向けてどのようなことを考えて制作や展示を行っているかなどについても伺えればと思っています。 特に今後の近い将来においてここにいらっしゃる方配信をご覧,にいただご覧いただいている方々と展覧会もしくは批評研究などという形を通して新たな表現を一緒に作り上げる機会もあるかもしれませんあのお聞きになる方々にもそうした可能性を考えていただきながらまずは皆さんのプレゼンを聞いていただき後半のディスカッションにぜひ質問などでご参加いただければと思いますではまずえっと スクリプカリュー落合さんよろしくお願いします失礼しました美術館のスクリプカリュー落合アナですよろしくお願いいたします翻訳していただく関係でちょっと原稿の方を読ませていただきます今回の発表のテーマはモチーフとの距離感によって描き出される土地と人の結びつきです 本日はこのような流れでお話ししますスライドお願いしますはい、5つの項目で進めます、えー、導入で過去作1点をご紹介した後2つの近作から見えてくるモチーフとの距離が生み出す表現そして制作背景の思考や葛藤などについてもお話しできたらと思います作品に関わる部分なので簡単な自己紹介から始めて作品のお話に移っていきたいと思います 1992年日本人とルーマニア人の両親のもと日本に生まれました後にご紹介する作品にもつながる部分なのですが、えー、1989年のベルリンの壁の崩壊とルーマニア革命をきっかけに私自身生を受けております、えー、日本とルーマニアの2つの母国に根を下ろす方法の模索をきっかけに土地と人の結びつきというテーマを持ちました 土地の哲学は伝統的な祭りや儀式風習に凝縮されているのではないかそれを一つ一つ解き明かすことにより土地に根付く方法が分かるのではないかという考えのもと国内外各地で土着の祭りや民間信仰などの文化人類学的なフィールドワークを重ねてきました近年はその延長線として2019年から霊長類学の分野にも取り組みながら 時間や距離土地や民族を超えて物事が触れ合い地続きになる瞬間を作品によって紡いでおります東京芸術大学の湯画専攻を卒業しているのですがインスタレーション写真映像サウンド絵画オブジェなどさまざまなメディアを用いた制作をしております制作の過程では主に移動すること身体で感じること フィールドワークに重きを置いております移動することについては最初に設定した目的地で何かをすること以上に移動の過程で出会うものの面白さや重要性に気づくようになってからは過程を記録できる写真や映像メディアを用いることが多くなっていきました土地と人の結びつきというテーマを代表する作品としてまず2019年制作の 「プレッシングビヨンドザバーダーズ」、「越境する祝福」という作品をご紹介します。こちらは世界的なパンデミックが始まった2020年から2021年にかけて開催された埼玉県立近代美術館の古典発表風景です。スライドを次お願いします。この大型インスタレーション作品では、過去に鎖国状態を経験した 日本とルーマニアという遠く離れた2つの国の土着の祭りや風習の映し出す景色が二重らせん状に空間に浮かび上がりますそしてそれ,それらは触れ合わずとも重なり合いながら旋回を続け新しい景色を描き出します本作は巨大な二重らせん構造になっており鑑賞者はその構造の中を巡ります入り口と出口は異なり 構造上他社とぶつかることなく薄い布の1枚を挟んですれ違いますこの作品の生まれるきっかけになったコトホギという作品がありますこの作品は日本とルーマニアの土着の景色を撮影した30枚の写真で構成しています1ページずつ完全に見開ける形でできている本なので1枚の写真としても見ることができます 40キロの重量のある作品で本をめくるというよりも鑑賞者は1ページずつ扉を開けるようなしつらいになっています。この作品では異質性土地や民族による差異と同質性人類の根源的な共通性が一冊の中で波のように繰り返します。日本は極東の島国としてそしててそ ルーマニアはかつて社会主義国であった影響から現在も昔のものが残るタイムカプセルのような存在だと表されることがあります。そして水や火の祭りは多くの国に存在します。これらのイメージを連続させるとどれがどの国のものか次第に分からなくなっていきます。2つのの祖国に根を下ろすための個人的な行為から 普遍的な感覚が立ち上がる作品になっておりますこの本型の作品の形はシンプルでありながら鑑賞者からの反応を見ていても自分の思い描く体験を生み出すことができましたしかし一方で扱っているものに対してこの作品で終わらせていいのだろうかという問いも自分の中にありましたそして大きな空間上に 共通する感覚の別作品として展開し、本型の作品が螺旋の大きな作品に発展していって、先ほど見ていただいた大型のインスタレーションになりました。これらの取り組みを通して、最初は火柱が立ち上がるような祭りの中心にカメラを向けていたのですが、祭りあ例えば、祭りに使う植物を、 取るために山に入る儀式というものがあるんですけれどもそれはもう祭りの本祭の数ヶ月前から行われていたり一年を通じて生活とともに呼吸するように小さな祈りやさまざまな営みがあることに気づきましたもっとそういったものを丁寧に救い上げていきたいという思いがこの活動を通して生まれました埼玉県立近代美術館の古典の話に戻りますが この個展は作家としての第一章をまとめたような展覧会ですこちらが展覧会のマップになるんですけれども三つのインスタレーションとこの展覧会に合わせて制作した新作の映像作品一点で構成されていますこちら 3D のアーカイブになっておりますここから今回の発表の本題となる二つの近作のご紹介に移ります すみません、今、まだ、あの、えっと、埼玉県立近代美術館の古典作品を、今。移していただいているところです。送っていただいてもよろしいですか。すみません。はい、ここから、今回の発表の本題となる、二つの金作のご紹介に移ります。この二作品のご紹介とともに、モチーフとの距離。 についいいいてても考察していきたいと思います、えー、まずは、えー、昨年末寺田アートアワードで発表した作品の「骨を埋めるンズファイナルフォームという作品をご紹介いたします。こちらは2019年から2021年の制作でビデオサウンドインスタレーションそして360度マルチスクリーンプロジェクション7.1チャンネルサラウンド 15分ループの作品になっております。鎖国と国際結婚から見る貴族意識の姿についてというのがえっと作品の重要な部分になります。本作は2019年にベトナムのホイアンから始まった三部作とも言える一連のインスタレーションの第三章にあたります。2019年ベトナムにて江戸時代に いわゆる鎖国政策に翻弄されながら異国の地で長い眠りについたある一人の日本人の墓と出会いました墓は日本の方角に向けて建てられていますまた墓の主は鎖国政策によりベトナムのフィアンセトの中を引き裂かれたものの海を越えて会いに行く姿が言い伝えとして残されていますこの一つの墓の存在から国策や 時にに人人々をを隔てる境界を越えててるええいいいく個人の思いについて考えさせられます。本屋はかつて日本人外があり日本によるさまざまな研究も行われてきましたが彼についてはわずかな情報としての伝説が複数あることにとどまり日本によるあ失礼しました、えー、と正確な足取りをつかむことは困難を極めました、えー、そんな中墓に刻まれていた情報を頼りに 墓の眼差しの先にある彼の生まれ故郷の長崎の平戸を訪れましたすると鎖国と国際結婚隔たりを生むものとそれを超えていくものを象徴するさまざまなものと土地を通じて出会っていくことになりました時代や空間を超えた眼差したちがサウンドとイメージの重なりに,重なりによって浮かび上がりますこのインスタレーション自体は波に囲まれるような形になっておりまして 空間自体が島のようなイメージで制作しておりますリアリティの表現というものをずっと探求している中で音の目で世界を見るということを初めて取り組みました過去のさまざまな越境者たちの眼差しを音で捉えて考えるという新しい挑戦をしております誰もが意識的にも無意識的にも持っている貴族意識について心のよりどころという側面や 逆に貴族の強い思いがあるがゆえに、その他のものを排除するような力になってしまう側面などを浮かび上がらせています。こうした根源的な人間の重要な部分について問うような作品になっております。この作品は少し特殊な複雑な経緯があります。二千十九年から二千二十一年までの間にベトナムと日本で合計四回展示しました。 そしてどれもインスタレーション作品なのですが、えー、あの意図せず第1章から第3章まで、えー、生まれることになります研究が追加されるたびに作品が進化していくイメージですそれではあの第1章の方から順番にあの少しご説明させていただければと思います第1章は北東柔道ノースイスト10ディグリーというタイトルです 2019年にベトナムのホイアンという土地でレジデンシープログラムに参加しましまたこの地で偶然江戸時代の朱印船貿易の日本,人日本商人の方のお墓に出会い372年前から母国の方角北東柔道を向いているというので私はそのお墓からさらにあのその墓が向いている方向へ向かって歩いてみることにしましたすると足元の大地が途切れた時目の前には海が広がっていました。 北東10度から吹く風に乗って無数の船が海原を渡ってこの地へたどり着き、互いの大地で生成された物や文化を交換してきました。この場所と遠い向こうの大地は横たわる海によって今も結ばれています。自分が生まれた国ではない土地に自分の骨を埋め、約400年も前から立ち続けていることが、私がテーマとする二つの祖国に根を下ろすことや、 土地と人の結びつきということに非常にリンクすると感じこの作品が生まれましたまた自分以外のそれも遠い昔に存在した人物をモチーフにすることは初めての取り組みでしたモチーフとある意味距離があるからこそ描けるものもあるということに気づくきっかけになりました えー、ホイアンで展示した場所が重要文化財の建物だったのですが、えー、その中で北東に向いた窓が偶然ありましてそちらにカーテンを取り付けた作品を、えー、と第1章として発表しました、えー、先ほどお話しした通りお墓の向く方角にさらに道を、えー、進み続けると、えー、眼前には海が広がりましたそのカーテンの手前には、えー、ホイアンで見つけた古い椅子を置いているのですがさまざまな受け取り方の一つとしてこれはお墓の メタファーであり、人の不在を象徴するものとして、その方角を向いている作品の重要な構成要素の一部となっております。次に、第1.5章の骨を埋めるをご紹介します。2019年と2020年に、日本でこの作品を発表する機会がありました。しかし、ベトナムで展示したサイトスペシフィックな状態のまま、ホワイトキューブに持ち込んで成立させるのは難しいと考え、コンテンギに、 着想をを得たた作作品を作ることにしましまコンテンギとは古くから天体の位置を観測するために作られたものですこの作品は方角がとても大事な要素なのでコンパスのようなものを作品に持ち込みたいと考えましたただ古い木製のコンパスを入手したのですがそれをそのままインストールするのはあまりにも安直すぎると思いもっと体感的に位置を感じられるようなこのコンテンギをモチーフに選びました この根天気に光を当て回転を加えることで、えー、できている影が床に落ちゆっくりと回りますその、えー、その上に鑑賞者が立つような形になるんですけれども自分自身の位置の意識や無意識的な気づく意識に気づくような体験が生み出せたらと思っております、えー、また象徴的な架空の島の写真をインスタレーションの構成要素として入り口に設置しております またテーマとしても第一章から少しずつ変化をしております第1.5章では土地と人の結びつきというテーマから発展した人はどこに骨を埋めるのかという問いから人々の中に眠る帰属意識に焦点を当てています次に第二章ダブルホライズンについてお話しさせていただきます2020年に埼玉県立近代美術館で発表したダブルホライズンでは 墓の主が骨を埋めた土地から、彼が生まれた土地へと墓の眼差しをたどりました。これがあの地図になっております。2019年のベトナム中部の本案で、フィールドワークの時点で、墓の眼差しの先にあるこの墓の主の生まれ故郷の長崎の平戸へと意識が向いていました。そして2020年、 パンデミックによって世界各地で人の移動が困難になりいわゆる鎖国を思わせる状態が現実となる中彼の墓に刻まれた長崎県の平戸出身というわずかな情報を頼りにこの地を訪れることにしました平戸はホイアンと重なるように遠い昔からさまざまな国との交易の玄関口となっていた土地でした鎖国政策の一環で 国際結婚をした女性とその間に生まれた子供を国外追放したという出来事を今に伝えるジャガタラ娘の像そして永遠に帰国が許されない中で防教の念をつづったジャガタラ文かつて海外からの貿易船でにぎわった平戸の港に浮かぶ漂流してきた植物の根付く島ホイアンと平戸ともともに 信仰や生活に密接な存在としての海を渡るクジラを通して描かれる隔たりを生むものと逆にそれを超えていくものそれらは越境する祝福とは何なのかと静かに問いかけてきます最後にたどり着いた彼の生まれた土地の南西部の海岸線から墓の眼差しを見つめ返します 本作はホイアンに400年近くたたずむ江戸時代の日本人商人の墓のまなざしをたどるうちに行き着いた海の映像から始まり最後にはそのまなざしを見つめ返す形で墓の主の生まれ故郷である長崎県平戸市の南西部の海岸線から見えた海を写しそこに最初の海のシーンが重なり合いループして初めのホイアンからのまなざしの海に戻るという円環構造になっています。 ちょっとあの言葉で説明するとなかなかあのややこしいのですが、映像もまあまああの7分ほどあるのでお見せできないのが残念なんですけれども、はいこのような構造の映像作品を作りました。次の作品に移らせていただきます。私の旅の始まりはあなたの旅の始まりという2021年 ANB 東京で開催された個展についてお話しします。 これまで日本とルーマニア2つの母国に根を下ろす方法の模索をしてきました。しかし COVID-19 が世界中で猛威を振るいこの展覧会当時は渡航規制のためもう一つの自身の母国,母国ルーマニアに行くことができない状況が続いていました。そこで自身が生まれるきっかけとなった写真家でもある母落合百合子の旅を紐解き共同で展覧会を作ることを試みました。 こちらが展覧会の記録の 3D のあのマップにアーカイブになっております日本大学芸術学部で写真を学び写真家として活動するユリコは1989年にドイツに渡りベルリンの壁の崩壊を目の当たりにしましたその後ルーマニア革命の喧騒に満ちたブカレストへと移り一旦帰国したユリコでしたが再び旅を招あ失礼しました 再びルーマニアに渡り東欧の大地で暮らす人々と共に生きることを選択しますそこで私を授かったことはユリコの旅を象徴する出来事であり私にとっては人生という旅の始まりでした本展は三つの要素によって構成されていますちょうど今あの流していただいているのが入り口に当たる位置にある、えー、と映像作品になります で展覧会の3つの構成要素の1つ目は百合子がベルリンとルーマニア各地で撮影した写真2つ目は私が自身のルーツを探りに訪れたルーマニアで撮影した写真と彼の地から持ち帰ったものを日本の家に差し込む光で撮影した写真それをこうする2枚1組の作品に組み合わせましたそして最後に百合子と私が展示模型を挟んで対話する様子を収めた映像です こちらの映像はあえて無音にしています。無音にえっと二人のえっと手が展示をこう模型を挟んで何かこう構成をしているような動きをしている中で彼女の旅についてあの問うような構成になっております。次にこの展覧会が生まれた経緯をお話しします。最初にオファーがあった際は自分一人で展覧会を作ろうとしました。 自身の生い立ちについて話を聞く対象として一番重要なのが私の母でしたしかし母は自分の母であるだけではなく同時に写真家であり一人の表現者でもあります小さい頃は色い々ろいろと聞くことができたのですが自分が美術家として制作のために質問をしている中でだんだん答えが返ってこなくなってしまいました その気持ちは自分も一表現者としてあの理解できます。私のおいたちの鍵になるベルリンの壁の崩壊から東欧の激動ルーマニアでの牧歌的な生活という彼女のせいかせい制作においても重要なシリーズの核となる部分でそれを人の手に渡して別の作品にしてしまうというのは気持ちの良いものではないです。ただ私自身にとってはよくわからない空白のその期間を フィクションで補って作品を作ることはとても難しいことでした。悩む中で母と一緒に展示をして、作品で対話をすればよいということに気づきました。そして二人展という構造を用いた古典という入れ子構造になっている展覧会を作ることにしました。その中で私は彼女を作家として尊重しながら、 共存しつつ一つの展覧会としても成立させるということが一番難しい部分でした。最も気をつけなければいけないと思ったことは、母の作品が私の展示の一部になってしまうことで、そのバランスの取り方は最後までとても難しい部分でした。最終的には最終的には母の作品にもとても力があるので、独立した良い展示になったと思います。 この展示の中で私は1点のビデオと9点の写真作品の新作を展示しています。今までに3回自分の意思でルーマニアに行った際に現地で撮影した写真とその時にルーマニアから自分が持ち帰ったものを改めて日本の光で撮影したものの2点組です。タイトルは「Light Falls Homes 家の光」です。ルーマニアにに行けなくなくった時に 意識しなければ気づかないぐらいに自分の生活に馴染んでいるルーマニアの欠片とも言えるようなものたちと、今一度向き合い直したいという気持ちがありました。そのために日本の家に差し込む朝日でそれらを撮影しようと思いました。私の作品にも母の作品と同じように光という言葉が出てくるのですが、今回その光が特に重要です。 機械的な意味ではなくてこのシリーズは光が重要なモチーフとなっていますそれぞれの国に注ぐ光の差は地球上の距離を象徴するものです一方で太陽の光は人間が引いた国境などの線には全く関係なく平等に降り注いでいるものでもありますその二つの状態が自分の中でとても重要な意味を持って今回の作品が生まれましたこの展覧会は5点ですが そののの中で私と写真家の母の人生がルーーマニアをモチーフにクロスします。このようなナラティブでウェットなテーマをいかに展覧会会場自体を作品としてドライに仕上げるかというバランスが一番難しく同時に価値があるものだと思いましたコロナ禍でルーマニアに研究に行けない状況でいかにルーマニアに向き合うかを考え抜いたことと 私が母をあ失礼しました。母が私を産んだ29歳という年齢に自分がなっていろいろ思うこともあり、この作品が生まれました。自分の人生を作品のモチーフとして扱うことはとても難しいです。約10年美術家をやってきて何度も痛感しました。そして様々な経験の積み重ねによってやっと今の自分ならできると思ってこのモチーフに正面から向き合い。 作品を生み出すことができましたこれからルーマニアに1年行き全てが自分の中で変わってしまう前に一度ちゃんと自身を直視して作品にしたいと思いましたしそれは今だからできることだと思いましたそれによって作家として第一章の節目となる重要な展覧会にすることができました最後に最近の取り組みを少しご紹介して終わりにさせていただきたいと思います 今年の11月から公益財団法人ポーラ美術振興財団令和4年在外研修助成を頂い,いて念願のルーマニアに1年間研究に行くことになりました。これは作家としても自分の人生にとっても重要な第2章の始まりを意味します。土地と人の結びつきというテーマの実践的調査を1989年まで独裁政権下で外国人との交流が禁じられていた 自身のもう一つの母国のルーマニアにて式を通じて行う中で人々の中に眠る貴族意識や共同体のあり方について研究する予定です本日はありがとうございましたスクリプカルイオチアイさんありがとうございましたあの個人の人生と 体験があの歴史と結びつくという話とこれからそれにさらに向き合っていくというお話についてまた後ほど伺えればと思います。えっと次の、えー、プレゼンはハンイシュウさんです。ハンさんもあの、えー、これから多分作品についてお話いただくと思いますけれども、えー、個人のあの経験あの歴史ですねについてとあの実際にご自身が向き合っている あの社会の、ええー、さまざまな問題についてのつながりを、元に作品を、えー、作っていて、えー、今、は、八回ですよね。八回。はい、今、八回で、展示をしていらっしゃいます。では、ハンさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えー、皆さん、こんにちは。ええー、ハンイシュです。今日は、えー、お招きいただきまして、ありがとうございます。えー、っと。まあ、今日、は主に、あの。 自分まあ、私がえっとまあ、どういうことを考えながら、えー、作品を作っているのかということについて、えー、少し話をしたいと思います。えっとすいませんいく。何枚か送って映像この映像を見せていただけますかね？ちょっと1分ぐらいの映像なんで。 えっとまあ、この作品割と、えっと今2008年って書いてあるんですけど、わ、まあ、割と私の初期の,頃のえっの、と、作品です。で、タイトルがホワイトオンホワイトで、前の写真とかでにしていた、はい、ありがとうございます、えっとまあ、これはあのアヒルの毛を雪の中で巻いているっていうパフォーマンスなんですね、まあ、当時、私は多分20歳とかぐらい、えー、だったんですけど。 私は小さいえっに上海から青森に移住してきたんですその経験自体が私が今作家活動をしている一つのエネルギーみたいなところもあって全然知らない場所で身体がどうやってこういう風景のようにどうやってある人間が知らない場所の中でそこで存在するっていうのかな。そここでう 生きていくのかみたいなことのなんかそのエネルギーだったりなんかそういうことをちょっと、えー、考えながら作品を作っているんですけれどもえっとこの作品はえっと私のえ上海の、えっと、親戚がずっとまあうち農家だったんですけど、えっと、アヒルを飼ってたんですよねで結構、まあ、2年とか3年くらい1回こう飼ったりとかしてるとえっと 結構まあア,ヒルアヒルをこう売るときこの毛っていうのはまあ捨てられてしまうんですけどえーとまあそれを1羽分もらってでまあ私は青森に帰るわけですけどなんかそのでこれをこう青森の雪の中でえとまあ種をまくようにまいているというえパフォーマンスの作品です。でなんか全然違う えー、異なる場所で、まあ、自分の記憶の中にある、まあ、同じ白っていう色が、まあ、どうやって混ざり合うのかみたいなことを、えー、考えながら、えー、作った作品です。えっとまあ、このタイトルのホト「ホワイト・オン・ホワイト」はもう、えっと、気づかれてる方もいらっしゃると思うんですけど、えっと、マレヴィッチっていう、えっと、画家が、えっとまあ、ある。 え正方形の白いキャンバスにこうちょっと斜めのえっと白のえっと正方形をまあ描いた絵があるんですけどまあ彼の,そのタイトルとえ同じえタイトルをつけてます。でこれはなんかその例えば私がまいた雪の中にまいた白が見えるのかとかえその白い毛っていうものが、え。ー 例えばこの白い大地の中でどう存在するのかとか,なんかそういう,こう異なる場所にあるえ2つの白い色っていうものをえ自分の身体を介入自分の身体を通してえとまあパフォーマンスでこうえまあ,ある意味でこうキャンバスの上に白を塗っていくようなえ作品ですえ次お願いします。 でこの作品はですね、えっ、ー、とまあこのまあ私は結構そのまあ自分の体を使ってえっ、ー、と初期の頃とかは結構自分の体を使ってこうパフォーマンスをすることが多くて、これはえっと二千十六年のうん十七年の頃にえっと作った作品なんですけど、えー、波を止めている夢というタイトルです。でこれもまあうんと私大学院を出て 大学にいる頃から結構、まあ、東京であのいろんなアルバイトとかをしててで結構そのなんだろう、大きいコンサート会場とかの、えーとまあ、警備をしてたりとかアーティスト活動をしながら、えーとまあ、その場でこう給料もらえるような仕事とかのバイトをいろいろやってたんですけどで、まあ、たまたまその大きいコンサート、まあ、すごいなんかもうめちゃくちゃ5万人ぐらい。 の人が入るような大きいコンサートでなんかこう人を動かしたりとかそういう仕事とかもえっとちょっとやっていてえでそれであのまあその警備服を着てあの波を止めるっていうパフォーマンスをやったんですちょっと流していただけますかこれは音自体はないんですけど。 なんかそのまあ自分がえっとそうですね大学で東京に来てなんかまあいろんなこう仕事とかを経験しながらえまあそこでこうアーティストを目指して作品を作ったりしている中でまあそういう,なんかこう自分の生活そのものえみたいなことをえっと作品にしていてでまあ私自身はえっと結構その海に向かって。 でえっと、パフォーマンスすることも結構たくさんあって、まあ、それこのパフォーマンスっていうのもその1つなんですけどなんかそのこう何にもない場所の中で、まあ、自分のこう生活の一部の行為、まあ、すごくシンプルな例えばその警備でこう人をこうやって止めるっていうことだったりとか、まあ、あとはここにはないんですけどなんかその波をこう掃除するっていうパフォーマンスをしたりとか。えー 漂着してききた紐と綱引きをするとか,なんかその自分がこう記憶の中で生活してる中でまあいろんな記憶とか経験みたいなことをえとまあこういう場所でえとまあパフォーマンスで再現するっていうんですかねでそれをまあひたすらこう自分で記録をしているっていうことをえと結構そのえー まあ日記を書くみたいな感じでやってました次のスライドお願いしますでえっとこれは2021年去年ですねえっと東京都の現代美術館でえっと開かれた展覧会でえっとまあ私がえ私のこのインスタレーションビューなんですけれどもえっとそこにはえっと いくつかのスクリーンを、えっとまあ、美術館のこう壁とかはもう全部立てずに、えっと、いくつかのスクリーンを、えーまあ、こう美術館ってうは結構こう絵画を描ける前にこうゆ床に置いてこう位置を見たりするんですけど、まあ、それと同じようなインスタレーションをしててだまだこう絵画作品がかかってない状態みたいな、えっと、インスタレーションなんですね。でここでは、えっとまあ、私が 2010年から、えー、と去年の中で、いくつかその海という場所で自分がそのある日常行為をしているパフォーマンス映像をいくつか選んで、この美術館の中で配置をしています。こうやってかけているんですけど、えっと、おそらく7、8点ぐらい出していたと思うんですけど。 この今、えー、見えている一番奥の映像作品がこう海からこうあ,のある紐を見つけてきてめちゃくちゃ長いんですけどそれ,をそれとこう綱引きをするとか、えー、左,の左側に見えている映像はなんか自分が収穫用のこう段ボールを持って波を収穫しに行く、まあ、もちろん自分が波に収穫されちゃうんですけど。 あのまあ、そういうパフォーマンスとかをしたりしてでこれをまあ1つの大きな大体これが、えっと、10ちょっと何メートルか忘れたまて、あ、1個の空間で、えっと、インスタレーションしていてでこの時は、えっと、この水平線っていうんですかね、えっと、それぞれ、まあ、独立している映像作品ではあるんですけれども、えー、この美術館の中で水平線を全部合わせて、えー、るので、まあ、必然的にこ,、まあこの。 大きさになっていいるという感じです次の写真お願いしますで、まあ、なんかそうですね結構そのななうんなまあそういうことをまあなんかその、まあ、自分が初めて行く場所で、えー、自分のこう経験したこととか記憶の中にあることのパフォーマンスをしてでそれを記録してっていう。 ことを、まあ、2010年の頃から現在までいろいろやっていて、まあ、それは、なんかこう、まあ、ある意味でこう映像の日記のようなものでもあるし、えー、まあどれもこう初めて行く場所ではあるんですけどなんかそこにいる,いる自分をうーん、まあ、日記のこう記録みたいな感じでこう自分の身体がそこに介在したということをまあ残していくようなパフォーマンスをえっとずっと続けています、えー、次お願いします。 でまあ、これは、えっと、インスタレーションの作品なんですけど、あすみません、これ、年代が間違って、ちょっと私、書き間違えたんですけど、これ2017年です、えっと、これはマレーシアのクアラルンプールにある NVAG ・ナショナルビジュアルアーツギャラリーと、N、っていうところで、えっと、行われた展覧会の、えっと、インスタレーションです。<laughs> えっと、この作品は、えっとまあ、あなタイトルが、えー、あなたと私の間にある重さというタイトルです。でこの作品も、えっと、実は、まあ、日本で最初に作ったのが、えっと、2015年で、えっと、これもなんかそのすごいサイトスペシフィックでこういろんな場所に行,く行きながら、えー、そこの現地にあるものをこう集めながら作っている作品なんですね。でこの時は、えー、マレーシアにある えー、まあ、これなんかそのラウンドテーブルなんですよ。えっ、ー、とみんなでこう囲ってあのまあ、一緒にご飯を食べるっていう作品で、でそこにはまご飯とかがなくて、えっ、ー、とその人々がご飯を食べるために、えー、使った茶碗とか、えー、スプーンとかがまあ、順番にこう並べられています。えー、でえっ、ー、とまあ、全部はかりの上に乗ってるんですね。ちょっと。 あの細部の絵写真をちょっと持ってこればよかったなってちょっと後悔してるんですけどあのこの測りっていうのが、えっと、例えば2キロまで測れる測りと,うんと1キロまで測れる測りとままあ、様々なんですけどそれをまあ現地でまずこう市場に行って、えー、集めるっていうところから始めました。で、まあ、現地の人から、えーこう その人が食べてててるものをこう調達ししたりとかして作っていますでこれはなんかはかりってそれぞれこう今置いてある皿とかえ茶碗とかがまあそれぞれこう人、えー、と一人の人間みたいにこう自分の存在っていうのはある意味でこうアイデンティティみたいにこう独立してえ存在しているものと思われがちなんですけど実はその間っていうのはスプーンがあったりとか箸が 橋渡しになってていたりとか、えー、していてそこに、まあ、測る基準もそれぞれ違うしそこにある、えー、重さというものも、えー、実はすごくこうフィクションであるっていうことを、まあ、ちょっと考えながら作っていたんですけど、まあ、もっと言えばじゃあ,、えーまあ私たちの社会で平等っていう言葉があるけどじゃあ平等っていうのは何ですかっていう、まあ、問いかけ とかも、えー、できると思うんですけど、えー、次お願いします。でこれがえっとあこれが今年えっと京都でえっとま同じインスタレーションをえっとま現地の人々と、えー、制作した作品になります。でこの,この時にえっとよく見るとですね、あの右奥に図りではなくて夜間を置いてあるんですよ。なんか。 面白いなと思って、えっとはかりではなくて一個夜間を入れてみました。えー、次お願いします。<あ>これもえっとちょっと映像になっているのでちょっと見てて音お願いします。 えっとまあ、これはインスタレーションで、えっとまあ、このインスタレーションの空間の中に、まあ、今聴いてもらったいろんなこう音が入っているんですけどこれは2020年に、えっと、神戸の、えー、アートビレッジセンターで、えっと、作った新作になりますで,そうです、ね、どこどちょっとど,どこから言うかというと、まあ、これはあの野菜なんか結構その八百屋さんとかで。 えっと、例えば、まあ、神戸の商店街とかに、えっと、八百屋さんってこういろんなこう捨てら,、まあ、いらない段ボールとかにこう野菜を入れて売ったりとか、えー、しているんですねで、まあ、私自身はこの神戸に来る前に、えっと、茨城県で、えっと、ほうれん草畑があって、まあ、そこで、えっとまあ、ちょっとレジデンスをして。 1> 1週間ぐらいかなそのほうれん草の収穫を手伝ったんですねで、まあ、私と一緒にこう今,今だとこう日本から海外から来てる、えー、と外国人実習生とかと一緒にこうひたすらこうほうれん草を買をっていたんですけど、えー、その時に飼、えーまあ、られたほうれん草っていうのはこういう箱に入れて、まあ、運ばれていくんですけどあの、まあ、ちょうど春だったのでこう。 上でですごい鳥のさえずりがしたんですよでなんかその記憶があそ,のこその経験の記憶がすごくつ強くて、えっと、この作品を作りましたなのでなんか私は結構なんかその初めて、まあ、さっきの海の作品とかもそうなんですけどなんかこう初めて行った場所で、えっと、なんか自分がそこでこう受けたファ,ファーストインプレッションとなんかその自分の経験みたいなのが、まあ、全然知らない場所 にこう自分の経験してきたことがこうどう介入して作用して何か関係性が生まれていくのかみたいなことをえまあ作る時にすごくそれは大事にしているんですね、まあ、それは今回の愛知で出した作品もそうなんですけどえでこの作品はそのまあ鳥のさえずりがしたっていうこととこういう段ボールに 野菜を入れてトラックでこう運ばれていくんですけどその運ばれていくトラックの中のこの段ボールが中にこう鳥が入っているような錯覚に陥ったんですよ。まあ、なので八百屋とかで売ってあるこ,う、まあ、まあこれこれってなんかまあ要するにその、えー、とスーパーでいうこの買い物袋みたいなものですよね。でまあ こういういものっていうのはまあ流通したりとかして運ばれた後っていうのはまあ再利用されたり捨てられたりするんですけどなんかこういう箱にえカッターでえー穴を開けたんですでなんか鳥かごを作ったっていう作品で,でもうなんもういろんなそういう,こう箱を集めてもう大きなインスタレーションを作ってるんですけどまあ空間に入るとまあいろんなところから鳥の。 声が聞こえてきてきただその鳥たちが、えー、どこにも存在してなくて中は空っぽで,でこの箱の中も何も、えー、ないっていう状態なんですねで、えー、とこの作品の <laughs> えとタイトルが「ほうれん草たちが日本語で夢を見た日」というタイトルですで,な、えーでまあ、このいきさつも少しあってえっ、ー、と、まあ、このの うん、なんだろうこのすごく柔らかい、まあ、ある意味で、まあ、私の中ではすごく柔らかい鳥かごっていうか、うん、普通の鳥かごと違ってちょっと引き裂いたらそれをこう破れてそこから脱出できてしまうような、えー、脆い存在でもあるし、うん、なんかそういうなんだろうな,なんかそういう,こうでもそこにこうある。 いいいいるとかいないっていうで、えーとまま、ちょっとこれは話がすごく複雑になっていくんですけどあの神戸にいた時にちょうどそのアートビレッジセンターでは、えー、と無料で日本語教室が開かれていてある先生が、えー、と例えばそのベトナムから働きに来た人とか、えーとま、昔で言うそのボートピープルの人たちとかあるいは、えーとま、インドネシアだったりとか。でその まあ大人の人たちっていうのは、えっとまあ、ある、うんまあ、目的を持って、えー、移住をするわけです。例えばそれが出稼ぎに行くことだったり学びに行くことだったりただそこに付随してきた子どもたちの見ている、えーえー、日本っていう風景は、うん、全く違うものであると、まあ、私は思っている。まあそれはなんか まあ私自身もそうなんですけど、えーまあ、そういう意味ではこうじゃあその子供たちにとっての、えーっとまあ、子供たちにとってのこの、まあ、風景みたいなものは、まあ、どういうものなのかみたいなことをまあ想像しながら作ったわけですね。<laughs> はいえー、次お願いします あ、次お願いします。えーっ,とえーえー、っと、これはえっとこれなんでしたっけ。あ、えー、っとこれはトウモロコシ畑を編むという、えー、タイトルの作品です。えー、これはですね、えー、っとまあ一個の大きい五メートルぐらいのスクリーンと、えー、そこにスピーカーが乱雑に置かれてます。で、えー、右側に、えー、ちっちゃいモニターが。 あってすみません、ちょっとこれ映像が今なくてこの写真だけで喋、えー、るんですけどこれは私が、えー、初めてトウ,トウモロコシ畑を見たときに、えーまあ、そこに介入していくっていうパフォーマンスの作品なんですね。で、まあ、今このスクリーンに映ってる トウモロコシ畑に私はこうはっ入っていくんですけど、トウモロコシって大体まあ2メートルぐらいなので、まあ私が入っていくと私の姿がま消えていくんですよ。で、まあこのタイトルにあるようにトウモロコシ畑を編むというタイトルなので、まあ、私が一本の糸を想像して、それがどうやってこの均等に配置されている。 2m ぐらいのとうもろこしを自分が今どこにいてどう,やどういう動きをしているのかを想像しながらこのまあ畑の中に消えていくでずっと編んでいくっていうパフォーマンスなんですね。で映像自体は、えっと、おそらく20分から25分ぐらいの映像で、えー、なのでもうこの映像はほとんど私が現れることがなくただこの風景だけが映ってて。 で下に、えー、と8つのスピーカーが配置されているんですけれども、えー、私がそのトウモロコシ畑に入っていった時に、えー、自分の体にレコーダーをつけたんですね。で畑あトウモロコシはまあ2メートルぐらいあってこう葉っぱがこうピッピッと伸びているんですけどおそらく、えー、と枝一本一本の間がそんなに、えー、とギリギリこう横に私が横になって 通れるぐらいなんですけれどもその時にこう私の体と,、えー、と葉っぱがすれていくことを、えー、記録してるんですねでそれが、えー、スピーカーの中で、えー、流れてますでこれはなんかまま右のちっちゃい映像は私がこう、えー、と編み物をしてる時の手の動きを、えー、と記録した映像で、ま、この2つのチャンネルのビデオと サウンドインスタレーションで構成されている作品です。これもなんかその初めての場所に身体がどうやって介入してそこで何が起きているのかとかっていうことを私の身体を通して経験するっていうことがすごく大事だなと思ってその経験している体の その時の時音は何だったのかとか、えー、見ているものは何だったのかで私はそこにこう消えていくんだけど、えー、まあその前のいくつかの映像作品もそうで私は基本的には映像の中に介入してある風景誰もいない風景の中に介入してそこからえ消えていきますじゃあ私がそこに介入した、えー、介入 して去った後、その場所っていうのは変わっているのかとか、まあなんかそういうことをこう考えながらいつも、えー、パフォーマンスをしたりしてます。はい、次お願いします。ね、えー、っとですね、これはちょっとまだ、えー、完成していないもので、すごく実験的なことを、えー、やっているんですけど、今年の2月にえー、っと中国の武漢に。 えー、レジデンスしに行く機会がありまして、えーでまあ、2月だったので、えっと、まず武漢に入る前にこう上海で、えー、3週間ぐらい隔離をしなきゃいけないんですねでこれはなんかそので武漢にあ入った後も少し隔離をしたんですけどなんかその隔離の生活の中でなんかこのホテルの中であのちょっといろいろ実験的に作ったものなのでまあなんかこの 配置とかも結構今適当なんですけどこれ何を作っているのかっていうと,、えーとまあ、ホテルに入って、えー、毎日ご飯が支給されるんですねで朝昼晩で必ず、えー、とビニール袋が <laughs> ついてくるんですけど、えー、そのビニール袋を、えー、とホテルの中にあるあらゆるライトにかぶせて、えー、ランタンを作っています、えーまあ、昔の。 なんていうのランタンなんですけど、まあ、なのでなんかその配給された、えー、とビニール袋を使って自分がこういる、まあ、例えばこういうライトとかに、えー、かぶせてでそうすると、まあ、今例えば右上とかになんかロゴが見えるんですけどなんかその支給支給されるものによってビニール袋が違ったりするから、まあ、それがなんか模様みたいに見えて面白いなって思って。 でちょうどこの時に、えっと、私全然あんま意識してなかったんですけどちょうど旧正月だったんで結構もかなり外であのバンバン花火とかしててで、まあ、窓からちょっとこう見えたりするんですけど、まあ、実はこの時って、あのー、こういうことだけじゃなくてなんかいろんなことをこう、まあ、自分がこのホテルの中で滞在して何ができるんだろうかみたいなことをなんかそのこう頭で考えるっていうよりかはなんか。 これ以外にもいろいろ実験的にやっててまだこうなんだこれはっていうのがまあたくさんあるんですけどまあこの時はランタンを作ったんですね。でえっとうんどっかでえっと武漢に入った時にえっとチュンオペラっていうのがあるんですよ。中国で有名なのは狂劇っていうのがまあ一番こう。 ポピュラーななものなんですけど、まあ、かなりローカルな、えー、っとそういう、まあ、日本の歌舞伎のようなこう、まあ、も,もっとこうローカルな、えー、中,中オペラっていうのは祖国祖,祖,祖の国の祖って書くんですけど、えー、でそこにある、えー、っとであそうでそのいろいろこう,そのなんかこう古本とかに行きまくってあのいろいろこうペラペラって見てたんですけど結構たまたまそういう古い 演劇のなんかカタログっていうんですかねがあってなんかそう面白いなと思ってでかなり前のものなんですけどなんかその「豆腐を作る」っていうえタイトルなんですよでまあ本当にそのたわいのない喧嘩をしたりとかえそういうすごく日常的なものなんですけどえとまあ演劇っていうのはまあ必ずえオペラなのでえと太鼓がついてきたりとか。 音がしたりとかしててで実は、えー、とさっきのピカピカ光ってる映像っていうのは私が耳で聞いてそのいくつか例えば太鼓、えー、あとは何だろうなんか忘れません太鼓と例えばこうなんかこうちょっと木をこうぶつけるカチャカチャっていう音なんかいくつか自分の耳で聞いてパート分けしてその通りにスイッチをずっとオンオフしててなのでさっきの映像っていうのは自分で 見えない昔のオペラをなんか自分のこう支給されたもので、えー、と劇を作ってるみたいな,なんかそんなことをあのしました。で、まあ、まあこれはなんかちょっとこれからどうなるんだろうとか思いながら何、えー、か形にしたいなとか、えー、考えているところです。まあ、私の祖父母とかがあの 上海って結構そういうなんか昔のオペラとか見てたりとかしてて、まあ、私は見ても全然分かんなかったんですけど、えー、まあもちろん言語とかも違うしなんかそういうこともあってちょっと自分が上海でホテルで外に出れない時になんか自分でそういう劇を作ってみようみたいなことをえやりました、えー、次お願いしますあそっかえー、っとえー、っとこれはですねえー、っと 同時に進行していた、えっと、家プロジェクトの、えっとまあ、ドローイングなんですけど山東、えー、省のほんと奥の村で、えっとまあ、家プロジェクトっていうのがあるんですねで、まあ、それは、えっとまあ、家をこう建ててそこに、まあ、ある意味でこう例えばその東京とかだとこうインフラがあって美術館があって、まあ、その中がホワイトキューブで、えー、作品が全部こうちゃんと管理されてる中でそれを保存していくっていう。 この家プロジェクトは全然村の奥に行ってなんか芸術家が、えー、とまあ家を建てるでこれはなんか結構その建てる前の年とかに、えー、とリサーチしに行っててでやっぱりなんかその都会で美術を見るっていうこととなんかもうそこに行くと美術っていうとまあ山水画だったりとかそれ以外っていうのはなんかみんなまあ,あまり知らない。 そういう場所で、えー、家を作ってくださいって言われた時に何か何を作ろうかなってずっと思ってて、まあ、このドローイングの、まあ、家を作ったんですけどこれは、えー、と寄り添うう家というタイトルです山東、まあ、省っていうのは、えーとまあ、石がすごく有名な場所なんですけれども、えーとも,まあ、もちろん日本と えー、同じ問題を抱えていて、まあ、お年寄りしかいなくなっていくっていう、えー、村だったりするんですけどでもなんかその家も年を取ってきてっていうか結構ちょっとこう傾けたりとかしててでこれもなんか本当にその私が行ったのは2000もう2年前ぐらいですけど行った時にこうなんかちょっと傾いてる家を見てあこれだって。 って思ったんです、まあ、これはその,その家にもう一個家を建てて家が寄り添いってまあ支えるっていう、えー、っとコンセプトで、まあ、これは漢字の人っていう、えー、文字をうん、まあ、想像しながらとか彷彿とさせるような、えー、っと建て方をしています。なんかその,そうその都会で美術館でこう何か、まあ人まあ、私はアーティストとして。 例えばまあ展示をしてで、えー、搬入して搬出してっていうそういう時間ではなくてむしろアーティストがそこを去った後に作品の方がそこにまずっと残るっていうまあ逆転の構造になっていてなんかその時にうーんなんか作るとかっていうのが何なのかなっていうのがなんかすごく難しく思えたところでもあるしなんかある意味でこ うーん,なんだろうまあまあとにかくこの作品を、えー、思いついたんですねで <laughs> まあこれもなんかその本当にパッて最初に行った時に思ったことがその後ずっとその自分がこう得たファーストインプレッションがずっとそのままこう残ってこの作品になってます何だろう まあ、ゴートン・マッター・クラークはこう一個の家を切ってプライベートとそこに介入してくるパブリック性みたいなことを作品にしてましたけど、まあ、この作品はもしかしたらその、えー、逆なのかもしれないなとか、えー、思ったりしてます。はい、次お願いいししますこの作品は、えー、今回出している えっとこの作品は今回えっとまあ愛知国際芸術祭で出している作品です。えっとこの作品についてはあのぜひ発回でえっと見ていただければと思うんですけれども、これは私がそのえっとまあ八世紀に綿の捕らえがあってまあその歴史をリサーチしながらえっとその綿がこうついた場所の近くにある帯信工場という場所で撮影した作品です。 この帯ま林帯芯工場っていう名前なんですけどま帯っていうのはその着,物のえ着物の帯の内側ですねなのでその結構芯が硬いんですけどこの帯の内側を支えるためのま布を作っているえと工場です。もう1個前の写真の方が見やすいかちょっとすみませんなんか写真が <laughs>。 そこってなんかすごく面白くて、まあトヨえー、と機械とかも、えー、まあ現在の,その自動車の,そのトヨタ、えー、自動車が前に作った、えー、とその自動車を作る前のに、えー、折り旗を作ってた機械とかがいっぱい並んでて、えー、でバーッて動くんですけど、えー、なんかその見学に行った時に面白いなと思ったのが、えー、とまあ作る時に当然、えー、となんだろう こう行き来をするのでかなり摩擦が出てそこから誇、えっとまあ、埃がこう宙に舞っていくわけですね。で実はなんか天井とか見るともう何年も蓄積した誇り、えー、みたいなのがあってでもうかなり分厚いんですよ。でそれがすごく私にとってはかなり、えー、魅力的なもので。えーでまあ この作品ではなんかそういう誇りになったつまりその帯針、えー、布にならなかった綿を使ってまあ1本のこう糸を作ってるんですけど映像作品ではその糸がこの工場の中を待っている宙にずっと浮いててで私はその糸をずっと追いかけるっていう映像作品を作っているんですけど。 これはかなり、えっと、フィクショナルなものであると同時に、えっとまあ、私はその工場そのものを、えーまあ、記録していくものでもあってそこに映っているのは工場の記録でもあるし、えー、その布にならなかった一本の糸でもあって。 なんかそういうこう自分が想像していることとあるそこに現その工場っていう一つまあドキュメンタリーのまあまあ,まあ私の中で混ざっているようなえ作品でした。はい。えー、以上で発表を終わります。えー、ぜひこれは八回で見に来ていただけたらなと思います。ありがとうございました。 アンさんありがとうございました。えっとあくまでも自分の体を使った体験であるにあると同時に、その他の誰が見るかというその他者の、えー、複数の視点を想像するという話が非常に面白かったです。あのあと消えていくというあのことについても。えー 少し思いを馳せたりしました。次はあのアーティストジオの、えー、メスのお二人です。よろしくお願いします。えっ、ー、とメスのお二人は現代美術でもありクラブカルチャーのあの領域で活躍していらっしゃいます。あの 消えていくものというもののつながりではないんですけれどもレーザーを使ってでも彫刻作品でもあるというところが非常にあのその話を聞けるのが楽しみですどうぞよろしくお願いしますはいどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますこんにちはメスですえっ、ー、と皆さん長丁場だと思うのであの立ったりとかなさって良き形で聞いてくださればと思います最初に1分間今日のプレゼンに関わる作品のダイジェストをご覧ください Thank <small> you. というわけでプレゼンテーションを始めたいと思います、えー、初めましての方が多いので、えー、と自己紹介をさせていただきます、えー、MES は2015年東京芸術大学在学中に結成し東京拠点に活動しています、えー、基本的には初期から、えー、美術展示と音楽イベントがこう交差するような形で主に自主,自主企画をして作品を発表するという方法で活動してきました 2016年以降 VJ としてクラブカルチャーと出会って以降は私とタケルがメスとして一つのアーティストというアイデンティティというか輪郭を持ったように思いますえ年1回程度の自主企画と並行してさまざまな業種の人とコラボレートし2019年以降は他のキュレーターによるグループ展示に参加しています昨年2021年には個展「ディスタンス・オブ・レジスタンス」「抵抗の距離」を開催しました コンテンポラリーアーティストはよく社会情勢に左右されサイトスペシフィックかつタイムスペシフィックに作品を残してきましたが私たちも例外ではなくかつてのアーティストたちがベトナム戦争や震災に揺さぶられて作品を制作したようにオリンピックやコロナ禍この2つの事象にまつわる世の中の動向や変化が私たちの制作や作品のコンテクストに大きく影響を与えていると振り返ります。 今回のテーマを通してメスを俯瞰すると3つのキーセンテンスがこう相互に重なってメスの作品の特徴になっているのではないかと考えますクラブカルチャーと現代美術の間これが土壌にあたります消失と変容のスペクタクルを転用するこれが手法にあたると思います自らの手で新しい歴史の線を浮かび上がらせるまこれは展望も含みます えー、一部の作品を紹介しつつこの3点を飛び回りながら話を展開していきます、えー、結成から現在まで2人が全然異なる領域にいたことも含めて私たちはいわゆる領域横断的に活動しているアーティストだと思います領域横断というと聞こえはいいですがある特定の領域には領域内ルールの独自のルールとマナーが少なからずあって 越境した先にいる違うルールで生きてきた他者とどのように友達になって一緒に活動していくか今までそのこととに一番時間をかかけてきたと言えるかもしれません何でもかんでもボーダーを越えていけばいいと思っているわけではなくって違うものを見てきたけれどある部分では価値観共有できるとか特定のコミュニティ全体に向き合っていくというよりもその内外にいる個人との関わり合いに立脚していたいと思っています。 活動がずっとオルターナティブだったのかというと、そういうことでもなくって、東京芸術大学の中で大学のいろんなことに違和感を持っていたから始めたに過ぎなかったと思います。えっと芸大は10年ほど前の入学なんですが、今よりずっとインスティテューションとしてまあ、ちょっと狭く、あの辺境なところだったと思いますし。 私は最初こそフェミニズムやジェンダーに関するアートの研究者や学芸員になりたくてそちら側に座りたくって熱意を燃やしてたんですけど当時興味持てることがほとんどなくってあの自分の研究したい美術のカテゴリーについて考えていたところ総合芸術的な演劇にコミットするようになりましてさまざまな人が集って一つのエネルギーを届ける共同制作に憧れて今があります。 初期に参加してくれた人たちは今でも友人としてデザインやフォトグラフィープログラミングや音響エンジニアとして制作面で協力してもらっていますそういう人とのつながりが私たちを形成しているということを前提にまず今日のメスとして分かりやすく「クラブカルチャーと現代美術の間」というキーワードに絞ってお話ししたいですこれは今年8月に主催したパーティー「レボリューションホリック」 略してレボリックの一幕です革命中毒という造語をもとにアートとサウンド思想コミュニティの交わるパーティーをオーガナイズしましたブッキングから演出を全てディレクションして多くのミュージシャンやアーティストなどに賛同していただきできましたこのご時世で500名程度のパーティーになりまして多くの反響をいただきましたクラブカルチャーは ディスコやブロックパーティー多様な社交場が世界中で発展して60年以上変化してきた文化でマイノリティやユースの間で生み出されてきたカルチャーがこうレイヤーになっている場所ですその中でアーティストたちもパーティーや箱を作ったり遊んだりしていて挙手、まあ、的に見れば時代を経て受け継がれているものがあるのかなと思います私たちもその一つのバリエーションになっている感じはしますただコロナ禍を経て状況は変わりました 何度もイベントの中止や延期を受けてそのことで経済的に打撃もありました環境を離れた人もいる一方でプレイヤーたちがドメスティックな環境維持と環境の見直しを図り新しいルーティーンを獲得しつつある今席を切ったようにこうわーっと新しいパーティーがこう乱立して新しいベニューのオープンや野外や郊外でのライブパーティーも増えましたし大きな箱のクローズなどの変化もありました コロナ以後のパーティーで人は発熱を恐れながらも熱狂を求めていて命をかけてコミュニケーションの渦に入りたいという欲望に気づかされましたここでのコミュニケーションというのは会話だけではなく環境に対してこうパッシブにそこにいたり一人でステップを踏むということも含めますもともと居場所のなかった人たちのインフラでもありコロナ禍を経て一部のパーティーではアクティビズム的な側面も前景化していると思います ハラスメントやアクセシビリティへの対応だったりマイノリティへの差別禁止やジェンダーイークオリティなどインターセクショナルに社会通念をこう考え直して草の根的にすぐ実践できる場所にもなっていると思いますそうした背景から私たちも含めたアーティストランパーティーは人同士の程よく親密なコミュニケーションや集う人々への価値観の刺激のために重要な可能性を秘めていると思うので今後も継続していこうと思っています クラブシーンに縁ができたのは僕がレーザーを用いた作品を発表してすぐに VJ のオファーがあったことに起因しています美術制作と並行して渋谷のクラブを中心にさまざまなパーティーから声がかかるようになりましたこの頃から一人でやってるわけではなく最初からずっと2人で活動しています初期の頃ろかはカメラでフロア撮影していて僕はその場でレーザーをプログラムするそういったコンビネーションが今の活動につながっています え僕たちは VJ という特性から観客と演者の狭間に位置する存在として音楽ジャンルや集まる人の傾向に偏ることなく多様なイベントに参加してきましたえこうしたクラブでの活動と美術政策を明確にブリッジしていこうと考えたのは2018年活動拠点であったクラブ青山8の摘発がきっかけでした風営法改正後遊興エリアの規制に伴い繁華街の外での深夜営業が摘発対象とされ 終焉に位置する店は移転もしくは営業時間の変更を余儀なくされましたこの頃から渋谷の中心では巨大なサイネージ広告が軒並み作られ街全体の陰影のコントラストが強まり中心部に集中する光を背にしたビルの壁はより暗い影を落とすようになりました踊り明かそう日の出を見るまでは終焉に位置し逆光となり営業停止になった店の壁面にレーザーのメッセージを照射するアクションを記録した作品です 法律の変化と国を挙げたイベントが文化の形を歪めてしまうことを目の当たりにしたことが以降の制作スタイルに影響をもたらしましたこれ以降渋谷を中心にビルの外壁にメッセージを照射するレーザーライティングシリーズを制作するようになりました「忘却」をライティングした場所は2019年当時は世界中のライターによるグラフィティが露出して,し露出露出していました えー、隣にはビルの建設予定があり2022年の今ではビルが完成しこの光景は見えなくなってしまいました偶然表現の場を失ったことを機に箱の中から路上へ活動の場を移行していったため一見するとグラフィティカルチャーと親和性のあるように見えますが異なるのはバンダリズムではないということです静かで人がいない深夜何度照らし出しても残すことができないということが自分たちの世界観と共鳴して重要な作品の現象だと考えています ディスタンス・オブ・レジスタンス抵抗の距離は2020年5月最初の緊急事態宣言が発出された期間に制作した作品です霞が関の国会議事堂の形をマスメディアなどで見るたびファルス的で中指を立てた形と類似性がある建物だという見立てを持っていて2019年頃から構想自体はありました実際の議事堂の壁と照射距離は約330メートルでこの間は見晴らしのいい一直線の道です デモの時にはこの距離を埋め尽くす人々も、皇居ランナーも、緊急事態宣言下の夜には影もなく、アスファルトに人間の熱が吸い込まれたかのように、冷たく静まり返っていました、えー、未曾有の事態に反して、東京、さらには日本の中心とされている場所の空虚さ、何事もないかのように、静まり返るしかない環境に、抵抗は果たして可能なのか、機能するのだろうか。 声なき人の声は、まあ、いつになったら届くんだろうか、えー、きちんと抵抗することさえ遠い距離この瞬瞬が巨大な手となり政治の場所に触れる方法として形になったのだと考えています、えー、この一連のアクションは「ダークアンデパンダン展」という展覧会に写真データと制作ノートをセットで公開しました、えー、この制作ノートは ディスタンス・オブ・レジスタンスの制作に至ったきっかけや実際のアクション的制作の実録と過去のアーティストたちが作ってきた中指を立てる作品や国家の政治的象徴にアプローチした作品の系譜に本作品を位置づけるというドキュメントです。対象に挙げているのはいろいろあるんですが例えばボイナの「The Storming of the White House」やチンポムの「Black of Death」などです。 初公開から1年後これまで制作したレーザーライティングシリーズを一覧できる形で同タイトルの個展を企画しました2021年の6月前後はオリンピックやコロナ禍を取り巻く問題が噴出していたと思うんですけれども SNS は非常に緊張感の高い状況でしたし作品が意図しない形でセンセーショナルに扱われないよう客層を緩やかに限定するために来場者の会場撮影は禁止にしました 写真だけではなく制作ノートとレーザーで記したドキュメントと映像作品が一緒に展示されているということが展覧会の要で作品単体や作品の一部がイメージとしてこう安易に消費されたりアンコントローラブルになることはこの展覧会においては望ままししくありませんでしたしかし常に非公開なのかといえばそうではなく作品は公開されていく必要があると思っています。 レーザーライティングシリーズは時間の経過や見るシチュエーションによって見え方が異なってくると思いますいずれ他の国とか環境でも展示してみたいと考えています、えー、昨年リボンアートフェスティバルにて制作した際、えー、についてもお話ししたいです会場として被災して近年営業を終了した銭湯をあてがわれました下見に行った時に 2人にとってこれほど性別を強烈に意識させられる空間はありませんでした。浴場の壁面にはデカデカとこう富士山の絵があって私たちは青チーム赤チームというふうに分かれていつも同じ位置から富士山を仰ぎ見てリラックスするように促される空間で。 場所の特性を抜きにして制作することは考えられず、私たち2人に日頃向けられる姿勢も含めて、ジェンダーをテーマの中心に構成しようと思い至りました、またこの当時、震災から10年目の節目でしたが、改めて被災地を訪れたときに、まあ、完全なる部外者としては、物雰囲気を引きずるような、鎮魂やトラウマについての作品にはしたくないと思いました。加えてオリンピックと時期が 被ってていいたたたののででコロナウイルスの感染者数も急増していた頃でし頃、えー、確かに立派な防潮堤は山脈のように連なっていて復興は感じたのですが復興五輪を歌いながらもマスメディアを除いては話題から切り離された場所に感じましたこれらを一つの作品にするために主にサウンドとサーモグラフィーの2つの要素と要素をインスタレーションに組み込みました会場の構成ですがまず脱衣所の下足箱をサウンドシステムに改造し 私たちの声によるテクストの朗読がそれぞれ LR で音の集合体となって聞こえてきます入浴場は中間の壁を軸に左右から観客が富士山の絵の山頂へ登れるよう単管を組み山頂部には先生台のような形でマイクが置いてありますここで観客にお風呂に入ったときに出るため息あるいは失望のため息さイを収録してもらいその声は日々蓄積され 浴槽からため息のポリフォニーが立ち上がるような空間になっています、えー、この写真は単管、えー、の山をこう登りながら鑑賞できるサーモグラフィーで撮影した映像のキャプチャーです、えー、体に当てたレーザーの熱をサーモグラフィーがこう感知することによって文字が浮かび上がります、えー、自分たちが日頃すり込まれているレッテルが浮かび上がってはこう溶け込んでいくということを視覚化しています 他にも石巻からあのこれは宮城県の石巻市で開催されたイベントだったんですが石巻から女川原発の見える浜まで防潮堤を移動しながらヒートガンに壁で熱を加えてサーモグラフィーでしか見ることのできない残らないラインやメッセージを描いていくシーケンスもあります。 えー、二次元的な二二次元ごめんなさい二次元元じゃなないですね二元的なジェンダーの区分によって今なお差別や社会問題を期待している人間社会のこう外側から私たちを撮影したいと思った時にサーモグラフィーはあの映画「プレデター」の視線をこう表彰するものとして用いられていたように人間でない存在から見た時の人間を描ける素材として、まあ、仮定できるのではないかと思いました。あのトイレの トイレとか銭湯の「女は赤男は青」という表彰は1964年のオリンピック以降普及したものと考えられていることから色彩のイメージによって日頃私たちがいかに規定されているのかということをこの作品では鑑みながら制作しました加えてこの中で私たちは何の疑いもなくこうサーモグラフィーに面して体温を測られていますがまあドローン戦争が起きている今 サーモグラフィーは遠隔で人間のき死にを確認するものとして利用されている側面もありますレーザーやサーモグラフィーといった強い色彩を伴ったイメージを作り出す素材はもともとはまあ軍事的なもの戦争に寄与する兵器として開発されたものでありそれらを平和利用するという素材に対するコンテクストとも向き合っていきたいとも考えていますレーザーライティングの制作方法やサーモグラフィーサウンドもそうですが メスの作品は他にも湿原と消失の現象を起こさせる素材やトラスや単管といった仮設資材などテンポラリーな素材を媒介としています詳しくは割愛しますがこれはレーザーでろうそくを溶解することによってリアルタイムに彫刻する作品です会期の始まりから終了までかけて変化していく彫刻インスタレーションです 熱によって素材が溶けて結びつき冷えることで形が定まったり壊れたりすることは、まあ、パーティーもそうですが文字通り暑さとともに永遠に継続しない儚さを抱えていますまた、まあ、先ほど映像でもありましたがまたレーザーと蓄光による作品では用紙の写本のように書かれた内容が消えては上書きされていくインスタレーションを組んでいますえパリンプセストの進化版のようなこのシステムを用いて テキストやナラティブを浮かんでは消えていく光によって紡いできました例えば「ディスタンス・オブ・レジスタンス」では場所にまつわるナラティブを街の地図とともに描いたり山口県宇部市で制作した「巨人の岩」では土地にまつわる忘れられた民間神話を巨大な畜生パネルを作り絵物語として提示しました「ステラズ・エンド」「構成の終わりは」は 球体を支持体として蓄光させながら回転させることにより可読性のある文字を読めなくしていったりレーザーの音を拾ったりなど実験的に制作しましたミラーボールが光を反射する球体ならば蓄光球体は光を吸収することで発光するものですミラーボールの由来とあり得たかもしれない形について考えての作品でしたこれはさらに発展させていきたいと考えています えー、ここまで混戦的にではありますが近年の作品を振り返ることで私たちのコンテクストを、まあ、うっすすらとと感じていいいたただけたのではないかと思います、えー、今日は具体的な美術史の例だったりをほとんど出さずに話してまいりましたが私たちは日頃、まあ、意図的に大文字の美術史を頼ることからこう離れようと意識しています。 現代美術という、まあ、ある種の宗教的ルールを、まあ、ある程度体得してしまっていると思うので難しいこともありますが共通言語がこう理解できて話せることだけが作品の豊かさやなんかこう良さっていうものをジャッジするものではないと考えています制作におけるリファレンスが、まあ、偶発的にではありますが、まあ、教育や流行や 目に見えやすいこう文化資本に依存してしまっているということに自覚的でなければいけないと思っています、まあ、つまり誰かの手でこう意図的に中心が決められ、まあ、アスファルトでこう舗装されたかのようにこう滑らかな美術史に対してはまあたくさんの受け継ぎ手が既にいると思うので、まあ、終焉化されてきたこと、まあ、社会状況や思想や素材も含めて また、まあ今日で言えば中指を立てるアートの系譜だったりまあ、レーザーのアートの系譜だったりまあ、クラブカルチャーとアートの系譜だったりまその一つですが、これまで現代美術の中で見向きされてこなかった領域について取り組んでいきたいと思っています。まあ、そこを経由してこれまで絶対的だと思わされてきたま。大文字の歴史やこう。心の揺らいでしまう。大きな社会現象と初めて対峙したり、適切な距離で。 扱うことができるようになると考えています、まあ、リファレンスとともにもう一つだけ、えー、考えてきたのは親密さについてです、まあ、古典では撮影を禁止にして、まあ、観客とこう秘密を共有するような感覚もありました今,は、まあ、今の時代は制作プロセスや作品をクローズドに見せることの方が難しいと感じますし、まあ、すぐ広まってしまうというかイメージが消えてしまわない時代なので よりアナログな手続きで、まあ、ライブで一回性の高い鑑賞の可能な作品を施行していますまた全てをオープンにせず個人的に持っていられるこう親密権というか作品にこう貼り付けて切り売りしない自分たちの領域を持っていたいとも思うんですねその,その点で まひ、あ、とところにこう留まらず、自分の中の当事者性をこう。複数に分けて持ったり、複数にアウトプットできる領域横断的な活動は有効だと考えます。えまあ、現在は時間をかけて、えー、今日紹介したディスタンスオブレジスタンス抵抗の距離の作品写真とドキュメントえー、会期中のトークや批評を一緒に閉じた陣を自主制作しています。えー、ジンという形にこだわっているのは、私たちにとってテキスト。 が重要でえめくめくと受け継がれてきた抵抗の手段だからですはいとお話ししたいことはたくさんあるんですがまた今後にお話できたらと思いますこれで発表終わりますありがとうございましたありがとうございましたメスのお二人ありがとうございましたえっ、ー、と続いては、えー、桃瀬さんにお願いしたいと思いますあのメスの発表であった 抵抗という部分で、あのモモさんもある意味その国家に管理されない体について興味があったりとか、あのいくつかあの共通点があるかなというふうに思います。モモセさん、えー、作品今展示、あの、えー、と映像作品もあの芸術祭で展示してますけれども、えっ、ー、と10月の頭に。 パフォ新作としてとパフォーマー作品もこちらで発表予定になっています。もしかしたら機会がある方はぜひご覧になったらと思います。ではモ瀬さんよろしくお願いします。はい、えー、よろしくお願いします。モ瀬セと言います。なんか今日のプレゼン順は。 単にアイウ歩オ順だったらしいんですけどなんかこうメスさんのプレゼンから緩やかにこう自分の関心にシームレスにつながっていく感じがあってとても嬉しいです。で私はあの「服装的な身体を語ることについて」というテーマでちょっと最近の自作についてあの、まあ、今までどういう経緯で作品が変化してきたかということを、えー、プレゼンさせていただければと思います。 えー、次お願いします、えー、私は近年はあの主に映像作品やパフォーマンス作品を中心に発表を続けていもともと私はあの武蔵野美術大学の油絵科出身なんですねで、まあ、あの学生時代にはあのモダニズム絵画の理論に強く影響を受けていましたで、まあ、頑張って絵画描いてたんですけれどもやっぱりちょっとこううまくいかなくて で自分がこうパフォーマンスをするようになりそれを記録するためのメディアとして映像を扱うようになっていきましたで私の初期の作品はそのモダニズム絵画の理論に影響を受けていたと今申し上げましたようにその映像によって映像の構造を再考させるといったような自己言及的な方法論を用いていてましたそのようにメディア自身がメディアの本質を暴露するといったような構造がその中には含まれていました。 近年はそのようなメディア内の自己言及性の中にとどまるというよりはより映像と身体社会の関係性ひいてはその身体が一体どういったアイデンティティやその社会性を帯びたものであるかっていうようなことを考えながら他者とのコミュニケーションの複層性を扱っています。そしてその中には当然自分自身の欲望の問題が接続されることからセクシュアリティやジェンダーの問題へと関心が広がってきています。 で今日はちょっとあの自分の過去から現在に至るまでの作品をまあちょっと3つのカテゴリーに分けてえ代表作について話していけたらと思っています。えー、まず声と身体、えー、初期作品における関心ということであの私があのまあ作家としてまあその最初にこうまあ一番こう重要なものを作れたと思っている作品ですねちょっとそれをご紹介したいのですが。 はいい次お願いします、えー、これは私が終了制作の時に制作した「聞こえない木下さんに聞いたいくつかのこと」という映像作品です。あのこれはこの愛知県美術館にも収蔵されていまして、まあ、どこかで見る機会はあるかと思うんですけれども、えー、この映像の中で私は <coughs> 生まれつき聴覚障害を持つ木下智武さんという研究者の方と声を使って対話をしています。 そこで話している内容は声とは一体何なのかという内容です木下さんは映像の中で私の唇の動きを読んで内容を読み取り自身では聞き取ることができない声を喉から発します実際に木下さん自身にはそれは生態の震えとしてしかご自身では認識することはできませんこの映像は一見すると健常者が老者にインタビューをしているドキュメンタリーのように見えますが 実際はかつて木下さんと私が筆談で行った対話を台本としてまとめ直し、木下さんと二人で再演したフィクションになります。鑑賞者は途中から作品の中に含まれている明らかな作為に気づくことになります。音声を認識できない木下さんは、私の唇の動きで言葉を認識します。なので、こんにちはと言ってるふりをして、同じ口の形であるとんちにはという音を出したとしても、 木下さんにはそれは会話の文脈上こんにちはという言葉として認識されますそのようにこの作品の中では徐々に私が発話している音が本来の音からずれていき徐々に意味のわからない言葉になっていきますしかし言葉を唇の形として捉えている木下さんにとってはそれは従来の意味で認識されるため私と木下さんの会話は問題なく進んでいってしまう 映像の下には日本語字幕が表示されていますがある意味耳の聞こえる鑑賞者だけが字幕なしでは私たちの会話の内容を理解できなくなる映像の外側に阻害されるような状況が起こりますこの作品を作るにあたり木下さんには全ての構造を説明した上である意味共犯者のような関係性の下で一緒に台本を作っていきました そのように私たちが声として認識しているものはもっと多様なレイヤーを持ち複雑なものなのではないかということその上で他者とのコミュニケーションと可能性と不可能性が語られるべきなのではないかというのが当時私が考えていたことでしたまたこの作品は老者に対して健常者が何か騙しているように見えるっていうある道徳感既存の道徳感を揺さぶるものにも見えると思います。 でもしこれがろう者に対する「侮蔑に見える」という道徳感が働くのだとしたらそのまなざしの中にすでに健常者によるオーディズム音声中心主義が含まれているのではないかといったことについて問いかけたいという意図もありました声というのはフランス語で「ボア」と言いますこれはもともと投票の意味もあり権利のニュアンスもありますこれはとても象徴的なことです 声とは聞こえるものだけのものなのかというこの作品を通して気づいた気づきがもうちょっとその社会の中において複層的な声のあり方というのは一体どういうものなのかというより抗議の意味での関心へと広がっていきました次お願いいたします2019年からあの関心がセクシュアリティやジェンダーの問題へと 徐々に変化していきます。生と身体欲望の形についてという副題をつけさせていただきましたが、これにはあの私がこの時期2017年にあのアジアンカルチュラルカウンシルというところの助成金を取ってあのニューヨークに半年間滞在したことが大きく影響しています。次お願いします。えっとこれ当時私が制作していたスタジオなんですけれども。 あのニューヨークに私が行った当時はあのトランプ政権になったばかりで、まあ、本当にこうさまざ、あ、まな怒りや、まあ、暴動がこう街を埋め尽くしているような状況でしたでその中でやはり抑圧されているマイノリティのコミュニティーの、まあ、そういった当事者たちと関わったり、まあ、そういったことをそういったことと接続されていくことで あの自身の,その個人としての欲望と、まあ、自身の身体が背負っている女性という属性をあのそのつながりを無視することができなくなってきましたその私はもともと最初に申し上げたようにかなりモダニズム理論の影響を受けてきた作品の自立性を信じてきた人間でしたがそこで私の作者というその個人の身体 の身体およびその身体に付随する欲望の問題を無視することができなくなってきたんですね。で、次お願いします。で、まあしばらくちょっと何を作ったらいいのかわからないような状況が一年ぐらい続き、二千十九年に東京に帰ってきてから初めての個展を開催しました。これはアイキャンシーゆという個展で、あの全部自分で助成金を取って。 あのあの全部自分で場所を借りたりして、えー、開催した倉庫でやった展覧会ですでここで初めて今あの8階で展示をしている「よカナーンという作品をあの出展しました次お願いしますこちらがその会場風景ですねはい次お願いしますでこのヨカナーンという作品は 2、えっと、画面になっている映像インスタレーションなんですけれども、えー、リチャード・シュトラウス作曲のオペラ「サロメの」あの一番のこの曲ククライイマッススを扱って二画面インンタレーションとした作品ですその一番最後の方の発狂したサロメが預言者ヨカナーンの生首を前に原作では口づけをして彼への激しい愛情を独唱するというそのクライマックスのシーンをあの使用しています。 左画面の男性ダンサーに映っている彼にその男性ダンサーが着ているモーションキャプチャースーツから採取されたデータによって隣の CG によるサロメの姿は形成されています私の興味はその瞬間ダンサーとそこから生まれた CG キャラクターがどういった自己同一性を持つのかという問題でした この作品の中ではその男性ダンサーが自分の体をアイブするというちょっとエロティックなシーンがあるんですけれどもそれは彼が彼自身の体を自分で慰めていることになるのかそれともサロメの体をアイブしていることになるのかそのある種盗作した状況が生まれると思ったんですね。その2つの状況が宙づりになったまま二重に重ね合わされている状況とも言えると思いました。 しかし CG のサロメの踊りから少しずつ乖離していくこの苦悩に満ちた男性ダンサーの踊りはこの空間に充満するオペラの歌声の中でサロメに眼差され欲望されるヨカナンの身体としてだんだん原始され始めますこの2つの身体における感情の主体とは一体誰なのかといったことが常にここでは不安定な状況にとどめ置かれます で「サロメ」という物語はやっぱりこう原作を読んでいてもとても矛盾だらけなのが面白くてその愛しているのに殺してしまうとか相手がすでに死んでいるのに見つめてほしいとかその整合性のなさがとても魅力的だなと思っています。でかつそのオスカー・ワイルドの原作の中ではサロメがその典型的にヒステリックな存在狂ったファム・ファタールとして描かれているところがあり そのの女性像ををううう現代で再解釈ししていいくこことととが可能ななだろうかということを考えるようになりましたサロメの動きのもととなるものが男性ダンサーの動きだとしたらサロメはもともとそのように男性の欲望から生み出された悪女というカテゴリーであったというそういうメタファーとしても機能するかもしれませんし古典としてのサロメを内側から解体する機会にもなり得ると考えました。はいい次お願いします でこの関心につながるであろうもう一つのプロジェクトとしてあの私は他のアーティストと共同して作品を作ることもあるんですけれどもあの遠藤舞さんというアーティストと一緒に作った浸水将軍という展覧会がありますこれは2020年にタリオンギャラリーで開催されたもので2つの映像作品と1つのオブジェクトによって作構成された展覧会です。 次お願いしますでその中であの中心的な作品として扱われていたのがこの「ラブ・コンディション」という、まあ、かなり長い映像作品ですねあの1時間15分という、まあ、かなり長尺の作品なんですけれどもこの作品の中で私と遠藤さんは粘土をこねながら理想の世紀について ずっと1時間以上おしゃべりをし続けるというそういう内容になっています。で、その理想の正規について語る中では、さまざまなバリエーションの性器が生み出されるんですね。例えば、その自分の体から切り離されて、こうポータブルに持ち歩けるようになった性器だとか。 例えばティッシュペーパーのように薄くて風になびいて自分では動けないようなすごくこう受動的な力によってのみしか動けないような正規だったりとかそういった今の現行の正規における例えば挿入っていうような行為の暴力性をなんか排除されたようなさまざまなオルタナティブな正規の在り方というのがあのこういった 実際に粘土でこう作られては壊され作られては壊されといった流動性の中で次々と生み出されていきました、はい、でそのような、まあ、そのジェンダーの問題セクシュアリティの問題っていうのを扱っていく中であのコロナ禍に私は見舞われました、まあ、実際この作品を作っている最中に、まあ、まさに見舞われたんですけれども次お願いします。 で、ここからがま近年の私のま最も強い関心の話になっていきます。国家に登録された身体をすり抜けること、最小のアナキズムとしての政策と生活というタイトルをつけています。ここに生活というタイトルを入れたのは、その自分がやっぱりこう。最近思うのはまあ、自分がこう。何か選択をしてまあ、何かこう政治的。 な態度を決めるって言った時に、そこにその政策と生活の違いが、私の中にはそんなに違いがないなと思ったんですよね。なんかその生活が作品そのものだとは言わないんですけれども。なんか、それは自分の中で極めて等価なものとしてあり、その実践の形が違うというなんかものとして政策と生活があります。 でまあ、具体的にちょっと作品の話をまずはしようと思うんですけれども、えー、次お願いします、えー、フロースパオーニスという作品ですねこちらあの2021年そのコロナ禍になって、まあ、私が個人としては初めてコロナ禍になってから作ったかなり劇映画の形をとった映像作品ですちなみにこれは今イメージフォーラムフェスティバルにノミネートされまして えー、今あの、まあ、イメージフォーラムで上映していてその後京都愛知に巡回する予定なのでもしかしたらあの皆さんもご覧になる機会があるかと思います、えー、次お願いします、えー、2021年1月コロナ禍の中のポーランドで実質ほぼ全ての人工妊娠中絶を禁止する法律が施行されましたこの映像作品はそのことを契機として進んでいきます 日本に住むアヤという女性、まあ、これは私が演じてるんですけれどもポーランドに住むナタリアという女性との往復書簡のような形で物語は進んでいきます。かつて植民地下のカリブ海地域に連れてこられた黒人女性の奴隷たちが打胎薬として使用していた植物フロース・パオーニスを手がかりに2人は言葉を紡いでいきます。 時に内政的な独り言のように語られる言葉とイメージを行き来しながら彼女たちの言葉は人類にとっての未曾有の危機の前で国家に管理され翻弄される身体機関としての子宮の存在を浮かび上がらせます。これは実際に2021年の1月ポーランドで起こった反対デモの様子です。実質ほぼ全ての人工妊娠中絶を禁止するという法律が制定されました。 で私のポーランドの友人がその反対デモに参加したり抗議するという活動をしているんですね。で私の,その頭に真っ先にそのパッと浮かび上がったのはそのコロナ禍の中で中絶を禁止する法律が通るということは一体どういうことなのかということです。あえててそれを必然的に結びつけて読もうとするならば 例えば人口が一定の割合で減っていく世界において女性はひたすら人口を増やすための装置として一定数維持されなければならないという仮説を立てることはできるかもしれないと考えました国家によって管理される支給というものがあるのだとしたら一体それはどういった世界の形で現れその時女性たちはどんな対話を交わすのかそういうことがフィクションだったら作れるかもしれない 全く関係のなないいい出来事を結びつけるることとができるかもしれないと思いましたそこで私がモチーフにしたのが日本ではオオコチョウと呼ばれているフロススパオーニスという植物ですこの植物はもともとヨーロッパの植民地であったカリブ海地域に連れてこられた黒人女性の奴隷たちが領主たちにはらまされた自分の子供を下ろすために使っていた堕胎効果を持つ植物でもあります。 女性たちが植民地闘争のの中で抵抗の手段として打といいう方法を選んででたのですしかしこの打胎薬としてのこの植物の効能がヨーロッパに知識として広まることはありませんでしたその知識は不都合な事実としてキリスト教圏では意図的に抹殺されそれらはあくまで観賞用のきれいな植物として消費されましたで私の映像作品の中ではこのフロースパオーニスをある種その 花の姿からちょっとこういった精霊のような亡霊のようなものに見立てて登場させています。はい、次お願いします。で、コロナ禍の中でその困難だったのはその撮影の難しさでした。実際にやはり人が集まることができない撮影クルーたちをどうやって安全な状態でその集めたらいいのかがわからない。で、その 俳優たちにその接触を伴う演技をさせていいのかといったようなその倫理的な判断を常に求められる状況でしたそこで私が選んだのはビデオレターのように実際にポーランドに住んでいる女性と往復書簡をするような形式なのであったら取れるのではないかといったことでしたまあ、その状況下ではこういった方法論しか選べないということもありましたしその個人が個人の身体を通して語ることは このテーマだったたら必然的な問題でもあると思いました実際にそのフロースパオーニスそのカリブ海地域でそのこの植物に堕胎効果があるといったような話もあくまで人々がこうその女性たちが口伝のようにその自分その声によって伝承してきたその漁師たちにばれないように伝承してきたものでもあると思ったからです。 そしてその中では私はビッチのような形で語られてきたいわゆる生殖目的ではない奔放なセックスをする女というある意味女性からも煙たがられてしまってきたようなそんな女性に光を当てたいと思っていましたセックスフレンドのような関係性は生殖よりもケアをベースとした関係性でコロナ禍の中でおそらく必然的に起こっている現象だと思いましたコロナ禍の中でマッチングアプリが爆発的に流行し 誰かの体に触れたいといった潜在的な欲望ができ出てきている中で例えば権力が感染拡大を理由にそういった欲望を封じ込めるといったフィクションはもしかしたら作れるのかもしれないでもそれは実は感染拡大防止という隠れ身のに隠された過不調性の強化なのかもしれないそのような従来の家族像の維持に向かない関係性を排除していくような倫理観をより強化していくものなのかもしれない そういさまざまなレイヤーを含ませたいと思ってこのような女性に焦点を当てました次お願いします、えー、こちらはあのちょっと時系列的にはこのフロースパオーニスよりは少し前の作品になるんですけれどもあのかなり似た関心なのでちょっと紹介します、えー、これは「ボーン・トゥー・ダイ」という作品で、えー、これ自体はあのスクエア型の映像をしている、まあ、ループ再生の映像です でこの映像はすべて 3DCG でできていますで中央にはこういったチューブ状の形態をしたオブジェクトが写っていますチューブの両方の穴に LED ライトのようなものがついていてチューブが光る瞬間に女性の吐息が聞こえるようになっていますでこの吐息には実は2種類の吐息が含まれています片方はインターネット上に落ちている個人の出産ビデオから抽出した女性の吐息 片方はやはりインターネットに氾濫しているその個人が撮影したアマチュアポルノから抽出した女性の吐息ですこのチューブの中で2つの吐息が行き来しているのですが映像ではその吐息が一体何から抽出されたものなのかは分からず吐息がチューブを通るたびに光が明滅しますこのオブジェクトは自分の体の中にある一方では入り口になり一方では出口になるという ある社会的な機能を持たされているチューブ状の器官である膣を表しています例えば産む機械と呼ばれるようなことに対するアイロニーとしてそれを本当にリテラルに作ったならどうなるのだろうということを女性の吐息というある種記号的な音声を使って作った作品ですはい。でこれまで私の作品近年の作品を見ていただきましたが その中でやはり通底していることとしてはその国家に身体を管理されることを欲望するとはどういうことなのかということでしたでこの中で私の中では2つのトピックに関心を持ちました1つはコロナ禍において強まった家族という社会規範の問題2つ目はロマンティック・ラブ・イデオロギーとリレーションシップ・アナーキーに関する自分の実践を通した問題です次お願いします コロナ禍において強まった家族という社会規範ということ社会規範ということについて言うと例えばコロナ禍におけるその給付金がその父親というまあ一家の大黒柱と言われるような存在にまとめて振り込まれるだとかある種そういった過不調性を強化するためのものとして機能してしまったような状況があったりある種そういった家族という単位がそういった その人々の位置単位を決めていくようなまあ、そういったところがあったように思いますそして一方でその管理されたいという人々の欲望を実はコロナは強化したのではないかという思いが個人的にありました私が恐ろしかったのはコロナにかかって自分の生命が脅かされることそのものより自分の中に新しくそういった社会規範が刷り込まれていくことそのものが私はすごく恐ろしかったです でその例えばロックダウンを望むであるとか、その自分たちの存在を脅かす存在を取り締まってくれといったように、何かこう管理されることそのものを欲望するということが一体何に由来するのかということが気になるようになりました。次お願いします。で、先ほどそのフロースパオーニスの問題で扱ったその出生に関する問題にも関わることですけれども、やはり私が 抵抗したいと思っているのは、このロマンティックラブイデオロギーというものになります。その運命の人と出会って結婚してその人の子供を育てることが正しいとする価値観まあ、ざっくり言うと、これがロマンティックラブイデオロギーです。で、私は実際にあのある実践というか、まあ、たまたまそうなったとも言えるんですけれども、今あの2人の生活のパートナーがいます。えっ、ー、と次お願いします。 いきなりここで作品じゃなくて家族写真を出すんですけれどもあの1人は斎藤礼二さんという映像作家で1人は神奈川慎吾さんという写真家です私たちはもともとは恋愛関係を持ってこの関係性を始めましたがそこからは関係性が緩やかに変化していって今は恋愛感情を伴わないその生活上のパートナーとして3人で暮らしています。それでお互い の存在ををお互いいいいいでその所有有しし合わなななとうううような緩やかなそういった価値観を共有しています私自身がその自分の親が結婚していないある種そういった社会的な制度を利用してこなかったという出自も関係あると思うんですけれどもそういった国家に登録されない身体のままで共にいることがどのように可能かということを私たちはおそらく共有しているのではないかと思います。ちなみに 例えばそういう複数のパートナーとそういった恋愛関係ではない関係性を実践した人々の中には、えー、お願いします、えー、ダナハラウェイ学者のダナハラウェイですとか、えー、岡本太郎の母親である随筆家の岡本かの子などがいますはいお願いしますで私たちの関係性がそのように変化していったのはまあ、その一人の、ま、神奈川さん が、やはり自分の中にその恋愛感情というものに対する違和感があるということを、まあ、ある種、ちょっとこう、カミングアウトしたからなんですね。次お願いします。で、そのクイアと呼ばれる、そのカテゴリーの中で、まだ認知度が低いものとして、このアロマンティックというセクシュアリティがあります。で、これは他人に恋愛感情を感じない恋愛思考が他人に向かないセクシュアリティとされています。 ただ恋愛思考と性的思考は別物なので性的欲求を誰かに抱く場合はあります。なのでそういったそのこういったセクシュアリティを持つ人っていうのは、まあ、そういった既存の社会規範の中で、まあ、完全にこう透明な存在として扱われているそういった例えば資本主義っていうものが例えばこう恋愛をしてこうモテてこう子供を作ってっていっ,ったような、まあ、そういったサイクルの中で人々に消費をさせようとしている中で こういったアロマンティックの人たちっていうのはある意味一番透明化されてしまっているそういう存在ですはいなので先ほども申し上げたようにその国家の承認を求めず誰のことも所有せず誰からも所有されずそれでも共にいることは可能だろうかという問いから私が個人的に考えているのは、えー、最小のアナキズムとしての政策と生活を実践することですでこれが あの私はそのクイア・スタディーズというのはその誰がクイアの当事者かということを名付けるための作業ではなくてその私たちの中にどのような社会規範が無自覚に刷り込まれているのかということを暴き出すための学問だと私は思うからですでそのようなことを考えているときに、まあ、ある言葉に出会いました お願いします、えー、それはリレーーーシションップアナキという言葉ですこれは隣にあるのがこの「リレーションシップアナーキー」のマークで、まあ、いわゆるそのアナーキズムを表すそのアルファベットの「A」とこの「まあ、ラブそのハートマークが重なったロゴマークですね。でこれはどういうことかというと恋人妻夫友人セックスフレンドなどのような社会で使われる関係性の名前を放棄するという考え方です。 全ては私とまるさんの現在の関係という個別の関係性でありそこに必ずしも内容、えー、名前を必要としない社会によって名付けられた関係性に自分たちを支配させないという考え方です。でこちらのその考え方をまあその何かこう自分がそれを名乗るというわけではないんですけれども、まあ、ある種ちょっとこう作品を考える上でも自分の生活を考える上でも何かこう すごく刺激を受ける考え方だなというふうに今考えていますで、そういったことともつながる政策、えー、の実践として今あの国際芸術祭愛知で私は新作のパフォーマンスの方でもパフォーミングアーツの方でも参加をしているんですけれどもそこでクローラーという作品を、えー、今制作しています、えー、来月発表なので今ちょっとだいぶやばいんですけれども えー、この作品の中で私が扱っているのはそののの障害者女性の性の問題ですで長いことそのやはり女性の性欲っていうものもないものとされてきたしそういった性欲がある女性っていうのは魔女扱いされてきたりしました。でかつ障害者には性欲なんてものは存在しないと思われていた。 なのである種女性障害者の性欲っていうのは二重のカーテンの中に追いやられてきたそういうインターセクショナルなそういう状況に置かれていたそういうあのそういう状況があったわけです。で私が今,今インタビューをしているのがあの真由美さんという脳性麻痺の方であのこの方はあの自身の,そのマスターベーションのえっ、ー、と 実践っていうの自身がその障害者専門の性風俗の,そのセックスワーカーとして働いていた経験もあってあのそういった経験をシェアしてくれています。なので私は今このまゆみさんにいろいろインタビューをしながら、まあ、そういったふうに見過ごされてきたその自身で自身をケアするっていったことのさまざまなバリエーションを まあ、ゆめさんと、いろいろ考えていてでその中であのそういった親密なある特殊な時間を鑑賞者と共有するようなかつでもそこで一体どのような共感が生まれるのかあるいはそういったことは不可能なのかといったような、まあ、そういったいろいろな実践を含んだ時間としてパフォーマンスを今、えー、作っている途中です。はい まあそんな感じでちょっとこう話があっちこっち政策やら生活やらに飛んだんですけれどもまあそういった形で私がこうそれをあえて切り離さないといったのはまあやっぱりその自身が学生時代にそのかなり影響を受けていたモダニズムとモダニズムを相対化するための,あのかなり意識的な態度表明でもあると思っています。 なので、まあちょっと自分の興味もこれから流動的に変化していくとは思うんですけれども、今はちょっとそういう態度をとっております。はい、すいません。長くなりましたが、ご清聴ありがとうございました。ももせさんありがとうございました。あの、いろいろ <laughs> 考えることが多くて、あのここにいらっしゃる。あのま会場にいらっしゃる方はまあ。 公的空間パブリックな場所をどういうふうに使っていくかということを、まあ、日々考えていらっしゃる方が多いと思うんですけれどもあの4人の,その個人の体験だったり個人のそれぞれの,その管理されなかったり管理されないという意思というものをどうやってそのパブリックで共有していくかというようなことを えー、後半、えー、お話しできればと思いますがちょっと長いので今375分ほど休憩ができたらと思いますずっと話さなかったのであの人誰だろうって思われてたと思うんですけれども、えー、東京国立近代美術館の成合です、えー、と皆さんあの一通りプレゼンテーションがあって、えー、もうこれでだいぶこの回の あの趣旨はあの果たしてるんですけれどもあの会場からのご質問もしくはそのアーティスト同士、えー、気にかかったことを共通する問題、えー、関心だとかあそういうこともあったかなと思うのでどう回そうかなと今思っているところです。会場からもしあのご質問があればこれだけの方いらっしゃってますので挙手、えー、にてあのいただければ。 でしばらく出なければこちらでまたあの話を回しますので、えー、考えておいていただけると嬉しいなと思いますそれとオンライン上でご覧になっている方あもう質問を送ることができますあのなかなか質問がこれ来ないんですけれどもあのいいチャンスですのであのオンラインでもあのご質問ぜひお送りください会場からのご質問何かございますでしょうかご質問ご意見 分かりました、えっと、<laughs> 僕自身はあの聞いていてあの今回はそれほどテーマを限ってあのお呼びしたあの4組のアーティストではありません。あのそのことは最初大立さんからもご説明あったと思いますがあの、まあ、とにかく今活躍中の、えー、若手の アーティストをご紹介すするというのが趣旨ですただあの一通り皆さんのお話を聞くとあのやはり共通点はあの少なからずあってあの大館さんも休憩前におっしゃってましたけれどもその個人の生活だとかあのそういった面が非常に近しい、えー、なとは思いました。皆さん共にその 必ずしも一般化されない個人史だとか生活だとかもっと言えばプライバシーにかかるようなことをあの作品に生かしてでなおかつ、えー、それをその大きな社会の問題と重ねたりしているというのはあ,ある程度共通しているかなとは思いました。まあ、あの瀬さんは最初のアナキズムとおっっししゃってましたけれども、えーその 本当に小さなあの、えー、通常は隠さなきゃいけないと思っているものを、えー、逆にそれをこう、まあ、言葉が悪いけれども武器にしているというかあの抵抗の形に変えているという点であのあ、まあ、同じ問題を抱えているところがあるなと思いながら伺ってました。でその上で あの皆さんに伺いたいのはそのプライバシーについてですねその作品においてプライバシーをどう考えているのかまあそれにそれに関わらずそのプライバシーということえ通常は隠すものであったりえそうですねあの社会においては危険なものとされているというかあの隠すことでえ自分を守るものであるようなものを 作品に反映させている皆さんにとって、そのプライバシーっていうものが何なのかっていうのは伺いたいなと思いました。ああ順番は問いません。どうなったかお答えできる方がいれば、じゃあ当てますね。落 <laughs> 合さんお願いします。 いきなり当たたっっちゃったんですけれども、はい、あのプライバシーと聞いてすぐに頭に浮かんだのがあのプレゼンテーションでもご紹介させていただいた、えっと、写真家でもあり自分の母でもある、えっと、人と作ったあの作品になります。まああのまあ、本当にプライバシーに関わる部分なのであんまり話せない話していけないところもあるかもしれないんですけどやっぱり作品を作る上で。 自身の出生の旅について聞いていくっていうのは、まあ、いろんなプライバシー的要素があってでまたそれを、えー、と映像作品で、えー、と不特定多数の方が見えるような展示をする、えー、ときに母であり写真家の落合百合子と,、えーとまあ、このことについてはいろいろ話をしてでその中で気づいたのがあの ドキュメンタリーとフィクションの関係性と,、えー、と何でしょう事実に即してドキュメンタリーに全く正しく出さないと当事者としてはそれはすごくあの気分がよくないというかプライバシーを、えー、と攻撃するじゃないですけど何かしらあのよ,よくない。 えと気持ちになるものだなっていうのを、えー、とその対話の中からすごい感じることで感じましたで一方で自分はあの、まあ、作家として、えー、と100%そのプライバシーの事実を正しく描くみたいなことが作品にとって必要ではない,ない場合それはしなくていいっていう、まあ、残酷かもしれないけどそういうジャッジがいい作品を作るために必要で自分はそれをしたと っていう経緯があって、まあ、ある意味暴力性もあるんですけど作品を作るってそういう側面もあるんだなっていうのをなんかこの、えー、と制作経験からあの覚えたということを、はい、今思い出しましまた落合さんの作品の場合はこうプライバシーっていうよりもあのよりアイデンティティっていうか。 あの隠さなければいけないものを出しているという感じは落合さんに関してはそれほどないとは思いましたけれどただそれだけかなり個人史に関わるモチーフをずっと扱っていらっしゃるなと思ったのでなるほどその自分よりは母親にすか、はい、あのやっぱり誰か,誰かをモチーフにするときにすごい関わってくる問題かなっていうふうに思いました。自分自分身 だったら何か傷を負ったり攻撃を受けるのは全部自分の責任である意味できてしまうというところがあるんですけど誰かを作品の中に取り込むだったりとか誰かをモチーフにするときにその問題ってすごくあのセンシティブだしよくよく考えなきゃいけないことだし議論することがすごい意味のあることかなというふうに思いました。ありがとうござとうございますハンさんも同様にご自身の その出世ですとか経験に照らした作品が多かったと思いますがいかがでしょう、えっと、はい、プライバシーというものについて作品の中でどう考えてらっしゃるのかどのように扱ってらっしゃるのかあのプライベートなそのあの自分があのその場所に行って体験したことを。 え見せたりだとかその時の弟だとか非常にこう緊密なあのものを見せてらっしゃると思うのであのまあプライバシーという言葉にこだわらなくてもよいですがその個人に関わることを発表されることについてどのよううにお考えでしょう、えっと、多分そのプライバシーというのはある種のこう言語化された状態であるような気がしていて。 多分そのプライバシーっていう言葉が存在すること自体が、まあ、そこにある種の国権語化された状態があると思っているんですけど、まあ、私の場合はなんかむしろその前のなんかよく分からないところまでこう突っ込んでいくというかなんかそこへの介入がなんかすごく重要だと思ってるんですよね。私の理解がちょっと ずれれてるのかもしれないですけどあの例えば自己表現をしたとした時に、えっとまあ、よく思うのはまあ別に自分を表現できることなんていうのはまあ何一つなくって、まあ、別に名前だって私が決めたわけじゃないし、えー、まあ別にこの性別を選んで生まれてきたわけでもないし、まあ、国籍とかもそうですけど。 だからまあ例えばなんだろうなこう自分を例えば誰かに紹介する時ってまあ例えば親の話をしたりとかえ生まれた場所の文化の話をしたりとかで結局自分のことを語っ何も語ってないっていうか自分っていうのはそこでまあ見てきたものをしか見てきたものをまあなんか語る中でこう自分みたいなものがこうそこにまあ現れてくるだけでなんかそういう意味では。 なんだろうまあ、あまりなんか作る時にプライバシーとかをまあ意識して作ったことはないんですけどなんかそうですねあとちょっとずれちゃうかもしれないんですけど、うん、とまあ例えば当事者性って言葉があった時に、まあ、例えば私は今東京に住んでるけど私は東京のことを語れるのかっていうのとじゃあ 東京で生まれた人だけど今全然違うところに住んでいる人がそのことを語れるのかっていうのと、まあ、あるいは、えー、選挙で東京で選挙をしに来た人が東京のことをこう語れるのかっていうなんかそういう,こうちょっとあちょっと話がずれましたかねだ大丈夫ですか <laughs> えっとなんかあ,あ,るある種なんかその、えー、当事者みたいなこと っていうのはまあ非常にある意味で政治的に構築されていくものでもあるんだなとは思っていてうん,なんかそういうことにえっとまあまあそういうことを考えたりしていてでまあプライバシーっていうこともある種そこにまあえっとまあ構築された何かがある。 状態の中で何かそれが現れてくるとは思うんですけどえっ、ー、と何か私はもうちょっとその前の何かこううーんところで作ろうとしているっていうか、まあ、作ってる時っていうのはもはや何かそれがプライバシーであるかどうかっていうのはまあ,あまりこうむしろ何かそこにこうつな ももえー、っていう感じですハンさんの作品はかなり没入感の高い作品が多くてトウモロコシ畑の作品なんかは特にそのハンさん自身の動きに巻き込まれるような感じの作品だったとは思うんですけれどもあんまりそれは自分の体験をその同調させて体験させるという意識はないそそうでですむしろなんかそこで 自分が考えていること、なんか自分が何を考えているのかっていうことをずっと考えているで、自分を考えている状態そのものをなんかすごく見せたいとも思っているってことですかね。だからそのまあもちろんこれが何かっていうことはずっと考えているし、でもなんかそのこれが何かっていうのは実はつく 私自身も考えていることでもあるみたいなこととですすかねありがとうございま,すざいますメスの二人はちょっとあのプライバシーとかそういうことには関わりにくいかもしれませんがどうでしょうなんというかそのクラブカルチャーとかその切な的なあのものだとか、はい、レーザーもそうですけれど、うん、扱ってらっしゃるっていう意味では。 まあだからこそ大きい芸術の言葉で語りづらいものを扱っているイベントに近いものを扱ってらっしゃるという意味ではその生活だとかよりプラ,イプライベートに近いものを素材にしているところがあるかなと思うんですが。うん、なんかあこのから何か<いや> <laughs> そうこうやってかぶっちゃう時があるんですけど、えっと、結構パーティーとかで。 あの僕の知り合いにクイアなパーティーをオーガナイズされてる方がいるんですけど僕はなんかそのパーティーのできた経緯とかいろんな周りの環境とかについて何というかこういうパーティーがあるよって他の他社に説明する時にものすごい個人情報を自分は話してしまってるんじゃないかっていう気持ちになる時がありましてでもまあ何て言うんだろう本人がすごい自分から情報を開示して。 強い人としてやってることなのでまあいいんじゃないのかなっていうふうに言われる時もあるんですけど結構そのなんていうんですかね言葉が難しくてその人を傷つけてしまいかねないことっていう状況シチュエーションが結構今自分の周りには起こってることかなと思いますちょっと言葉抜けてたかもしれないですけど<や>なんかそういった環境が今、うん、身の回りにあります。そうね そうですね自分たちのことで言えばまあなんか百瀬さんがさっきあのリレーションシップアナーキーの話されてましたけど、まあ、我々多分こう何て言うかリレーションシップアナーキストかもみたいな <laughs> あの気持ちになんか聞いててなったんですが何ていうかこう、まあ、さっき親密さの話を、まあ、プレゼンテーションでもしたんですけど、まあ、ある種こう何て言うかこう当事者性みたいな言葉でこう。 自分をこう逆にこう規定していってしまうっていうところがなんかやっぱり作品制作の上ではなんかすごいあると思っていてまあなんでもうちょっとこう結構自分から離れることはない,ないですしまあそれはさすがにちょっと飛躍しすぎなところがあるんですけどまあ何ていうかこう。 小さなところにフォーカスするからこそこうやっぱもう少し大きなところとこうブリッジできるみたいなことを常に考えたいなっていうのはありますね。かなんかその構造が分かってないとおのずとそれが作品をダメにしてしまったりなんか人を傷つけてしまったりということがまず起こりうることだと思うのですごい構造っていう話はものすごい重要なことかなと思います。プライバシーの話をする上で 個人,の作品個人のプライバシーもあるんですけど作品のプライバシーという話で言えば何というかこうあのもっと外に見せてもいいじゃないって例えば「ディスタンス・オブ・レジスタンス」の作品だったりとか、まあ、あと公的機関で展示するとしたらどう考えてますかっていう話を結構何というかこうう、ね、展示に来場された方と結構ディスカッションすることがあって。うん なんかそれについてはやっぱこうさっきも言ったんですけど、まあ、完全にこうクローズドにし続けて、まあ、自分たちでその作品とか行為をタブーにし続けるというよりはそれこそ親密さというか。 信頼を少しずつこう獲得していきながら公開していくとか別の環境にはドーンと持っていくとかなんかそのこうコンテクスト場所とかその時期のコンテクストを読みながらその作品をこう公開するっていうことをやっていきたいなって思ってますねはい。ありがとうございます自分で質問しといてなんですけどプライバシーについてとか 本来隠すべきものなのにプライバシーを作品にしててどうですかっていうようなあの質問になってしまったかなと思ってそれはすごく政治的な質問っていうかいかにもいかにも今っぽいっていうかありがちな質問だったんじゃないかなって今反省してますけど桃瀬さんどうですかすいませんなんなか私はある意味こう今日のプレゼンでなんか。 自分が自己開示したい欲望をこの場を借りてなんかすごい発散させてもらったようなところがあってなんかこう手札を見せるとなんかこうあるこう親密な状況が生まれてだからやっぱりこの空間って警察いないですしこう閉じられた場所ですし私のお話を皆さんが聞いてくれていてなのでこうある種なんか私は勝手に何か受け入れてもらっているような気になっているんですよねすでに。 でなんかそれ私は私自身のプライバシーをなんかこう好きにこう利用してほしいみたいな風に思っていてなんかこう実践一つの実践の形として何かこうじゃ別の形でこれをなんかこうトライしてる人がいるかもしれないとか,なんかそういうことを想像するのは結構楽しくてなん,か、うん、なんかあんまりそのプライ自分に関してはプライバシーみたいなことをあんまり普段 考えないんですよ、ね、それ自分が何かを語ることが他者のプライバシーを巻き込んだ場合はすごくそこはセンシティブになるんですけど、うん、でなんかさっきその構造の話をメスさんが言っていたのでなんかつなげて言うとなんかやっぱりその「私」という主語で語るか「私たち」という主語で語るかっていう問題に似てるなと思って多分こうデモとか何かこうあるあ アクティビズムが何かプラカードを持つとしたら、それは多分私たちっていう集合でやった方がいいと思うんですけど、私は結構自分の作品で大事にしているのはあくまで私っていう集合で語るっていうことなんですよね。なんかそれは結構勝手に他者を代弁してしまっていいのだろうか。みたいな躊躇があることもありますし。あとやっぱりそのすごく個人的です。ごくこう。私にしかわからない。細部を持ったものっていうのがでも同時になんか？ あそれわかるみたいになんかこう誰か地球の裏側で誰かにとってはすごく普遍的なものとして伝わってしまうことがあるっていうような,なんかそういう時空がねじれて誰か他者とつながるみたいな,なんかそういうドラマが私はすごく好きでだから結構そういう個人の欲望みたいなことに従って作品を作る方が私は自分にとっては自然な感じはします。だいぶ話がちちょっっとプライバシーからずれちゃったんですけどいやいやいや 実際に皆さんともに全員か分かりませんけれども一人称であの語るような作品が今日はプレゼンテーションでよく出たかなと思,思いました、はい、あの時間的には7時半にはあの終わろうと思ってますので残された時間はあまりありませんあの会場からぜひともあのオンラインの質問はまだ来ておりませんので 会場からのご質問をぜひともお願いいたしますどなたかありがとうございます。はい、バルトです。えどうも、プレゼンテーションありがとうございました。大変興味深く聞きました。えー 私自身の好奇心のために伺うんですけど、私、インドネシアから来て、その時々です、ね、そのまあ社会的な状態と直接関わる、政策が関わることがあります。そしてで、社会と。 アートシーンの間に大きな境界があるということ、例えば SNS とかそのインスティ、消化社会の制度の間にバウンダリーがあるということを強く感じることがあります。で、そのどなたでもいいんですけど、お答えは、どのぐらいその自分の作品が社会に貢献してほしいと思ってますか えー、私がいつもその日本で働き始めた時にた尋ねたことはですね、日本の社会的な問題、私はそのアウトサイダーですので、日本の社会の,その問題がそのよく分かってるとは言えません。えー、でも、今日のプレゼンを聞いてて思ったんですけど。 皆さんの作るアートワークは社会的な問題に関係している。えー、そして私の。の こと私の方も同じその問題に直面しているかもしれませんで作品が一旦ですね公的なプレイスにですねその、まあ、陳列されるとそうするとその瞬間からですね社会の問題となることがあるとして存在するですからアートは社会の一部でありそしてそのコミュニティの一部であるともいえるですねそこに見せられるわけですからですからその作品からどのような社会の変化 悪を起こした今、まあ、それも含めて社会の貢献と言ってるんですけれども、を期待してますか。同時通訳は。終わった。大丈夫。伝わりましたね。あの。面白い質問だと思います。どうなったか。答える方。お願いします。おえさご質問ありがとうございます。えっと、まあ、自分自身が、えっと。 あのミックスルーツという日本だとまあかなりマイノリティのあの属性にいるんですけれどもまあそうでなかったらもしかしたらアートをやってなかった可能性もえっと大きくてあのまあバックグラウンドが言語で共有できない環境であの幼少期から生まれ育ってきてそういった時にまあ絵画自分が描いた絵とか作ったものとか は褒めてもらうことがでできたんです、ね、でなんかこう頭の中にあることを、えー、と他者に認めてもらえるみたいな感覚があって今アーティストをやってるんですけれどもでやっぱり、まあ、やってる理由としてはまずはあの、まあ、こういう表現をやることによって、えーとまあ、日本で感じてきたそのミックスルーツをめぐる問題の、えー、とが結構見えない問題とされて いるのでそれをこう変えていきたいしまずはこう見える化ししななきゃいけないっていけう気持ちがありましたそれと同時にあのこういう活動をしていく中でたくさんの,あのミックスルーツ関係者や、えっと、マイノリティの人たちと出会うことができて、えっと、救いにもなっているし自分の思考をこう加速させる進化させるっていうのもこの美術表現の業界に来たことで 可能になったこととしてすごい、まあ、生きてる上ですごい幸福なことだと思うんですけれどもで、まあ、やっぱり自分の、えー、と表現活動によって社会を変えたいっていうのは自分にとっては作品の核にあるもので、まあ、あの多分一番理想的なことは、まあ、ちょっと臭いするようになっちゃうかもしれないんですけど自分がアートこういう作品を作らなくても世の中になることが。 自分のの一番の多分願いいだなという,ふうに思ってるんですけどおそらくこう命が尽きるまでまだまだ作り続けないと、えっと、状況は社会はあの変わらないし最初は自分の何て言うか、えー、まあ問題と向き合ったり他者と共有したり、えー、学んでいったりみたいなところから始まったんですけど今はこう次世代のためにみたいな。 自分の、まあ、一番身近なところだともし子供が生まれた時にあの、まあ、同じような目に遭ってしまうんじゃないかそんな世の中は嫌だし自分で少しでも変えていきたいしあの同じバックグラウンドを持ってたりマイノリティの人々の,あの、まあ、社会の生きづらさみたいなものは、えっと、変えていくべきだと思って、えっと、作品制作してますなんかあの答えになってればいいんですけどありがとうございます。 あえっとそうですねなんか、まあ、そのまあ私はその作品を作るっていうことが、まあ、その自分が社会の中で生きてること自体、まあ、切り離すことはできないと思ってるでで、まあ、そこを切り離してしまったら、まあ、むしろ作品っていうのはじゃあどこに行っちゃうんだろうみたいなところがあるんですけど、まあ、ただうん,なんかすごく感覚的な話をすると。 えと社会を変えるためにアートをやるっていうのはすごく政治的だと思っていてそうではなくって、えー、例えば、まあ、さっきその神戸のアートビレッジセンターで、まあ、日本語教室をやっているっていう話をしたんですけど、まあ、私はなんか非常にその子供たちを見た時に何かその自分が作った作品が子供たちがまあ大きくなって。 すすごく見せたたいなと思ったんです、ねまあ、それはすご,い、えーまあ、すごい単純な思いではあるんですけどでだからそのある意味で例えばそのまあ作品を作るっていうのは別にここに生きてる人に見せるためだけではないと思ってて、まあ、もうちょっとこう長い時間の中でなんか自分の中では誰かに見せたいでその誰かっていうのはすごくこう、まあ、抽象的でもある。 抽象的でもいいと思っててでもなんかそういうこう,うんまあ概念ではないけどなんかそういう感覚っていうのはまあずっと持っているしえっとなんかそれだけがある意味でえまあ作品を作り続けられる一つのエネルギーでもあると思ってるんですよ。それはなんかすごくシンプルではあるんですけどでそうやってまあ作ってまあ幸い私はまあアーティストとして。 例えば、えー、と美術館だったりいろんなところで、まあえー、と作品も発表できているという状態の中ででもなんかその作るっていうことを作った作品が、まあ、例えばそのコレクションされたりとか、えー、ともうちょっとこう社会的なものになる、えー、っていうこともまあなななんだろうなそのでもなんかも,もうちょっとそのも,もっとその先のえっ、ー、と まあこの社会っていうのはすごくこう普遍的なものではないと思っているので例えばうんとまあ例えばだろうなあるある場所が突然崩壊してしまうことなんて当然あるだろうしまあ例えば誰もがロシアがウクライナを攻めると思ってなかったのかもしれないある種の自分たちのコミュニティが普遍的であるこのまま世界が続くっていうのは まあ,ある意味すごく妄想的ではあるんですけどなんかその作るっていうのはなんかもうちょっとその先の,その今ある社会っていうこともすごく大事だと思いつつもなんかえと今あるまあ構築されていたもののもうちょっとその何んんて言うのかなこれがなんか普遍的ではないっていうことはすごく意識を持っています。 大丈夫ですかアクティビズムが今のアートにおいてはすごく主要な位置を占めていると思うんですけどアクティビズム的なものを意識していない作品もやっぱりさっきおっしゃられたように。 制作の,の段階からこう展示という,こう解釈の段階に置かれたときにやっぱりこうどうしてもこう社会化してしまうどうしても政治的態度を示してしまうとは思うのでなんというかそこについてはこうあんまりこうジャッジメントを私たちは持たずにやっている感じはするんですけどそうですねで質問の内容は。 ももう一回質問を聞いてもいいてですかまあどのくらいその社会を変えたいと思っているのかそれを例えば具体的に社会じゃなくてもコミュニティっておっしゃってたのでコミュニティを変えたいか夜あの踊って音楽をかけることが禁止されてそれに対する反対であったりそれはまさしくもう変えたいというか変えられたことを戻したいという発言 でではなかかったですかそうですね変えられたことは戻したいというか結構その事件が起きたときにやっぱりこう基本的にはもうなんていうかこう消費社会の中にあるのもクラブカルチャーの一つの要素だと思うんですけどその営業をしていくパーティーを続けていくっていう,こう、まあ、ある種前進していくことに基本的にアーティストじゃない形でこう関わってるお店の人や。 お客さんとかって向かっていくところがあると思うんですけど、でも私たちでち実際にこうやっぱりこう事件が起きたときに、あんまり周りの人がまああそこ仕方ないよね、自分は良かったみたいなまあ形じゃないですけど、まあ少しこう距離を取る形で、そのままこう時間が進んでいく、それをこう自分たちはこう留めておく、記憶しておくためのプロセスをまあ政策の中で。 踏んだりとかしてるるは結構あでもやっぱこうなんだろう、まあ、結構繰り返しその風営法とかっていろんなこう事件が起こるたびに改正されてまた店側も改正してみたいな感じでいろんなスタイルがこう文化の中で分岐してきたっていう歴史があると思うんですけどやっぱそれはすごい繰り返すしなぜ繰り返す反復するのかって言ったら。 やっぱりどううしようもなくなんだろうその体制とそこにいる人々の間にできてしまう歪みみたいなものがなんていうかな自分たちがこう表出させたいものであり作品として残そうとしてることでもあるのでなんか直接的にそこのコミュニティを変えたいとかそこの文化を もっとと反映させたいとかいかうそこはもう直接的にやってる人はもうたくさんいるので,で,そうです、ね、僕たちの役割はもうちょっと別なベクトルにあるかなとちょっと抽象的な言い回しになってしまいましたがそんなことを考えてます,そうです、ね、変わるタイミングに立ち会うとか,なんていうかこう偶然変わるところにこうコミットするっていうことは全然ありえると思っているので。 さんはいかがですかその実際に社会を変えようとしその例えばハンディキャップの方そのローだと,とか今度の新作でああの一緒に作られている方だとかは本当に実際に活動をしながらあの社会改善に努めていらっしゃる方だと思うんですけれどその方と一緒に作品を作って でその方に同調して作っているとは必ずしも言えないスタイルっていうかアプローチで百瀬さん作ってらっしゃるんですけれどどうううででしょうそうですね何、まあ、かちょっとその質問の前になんかそのアートそのものの話すると、うん、例えば国立近辺で。 ある砂川闘争の絵とか見てやっぱ私たちはそれかつてのアクティビズムだったというふうに見るわけじゃないですか何か私はそれをなんかやっぱり時空を超えてそういうものをなんかこう経験できるその時差があってなんかそういう過去に起きたことと現在に起きていることと未来に起きていることが一枚の絵を通してつながっていくみたいな状況とかなんかそういう。 ところが一つには芸術の良さだなというふうにも思うんですよねそのだからある意味その近くにある問題をこう拡大して見せる顕微鏡的なレンズと遠くにある過ぎてしまった星の光を思う望遠鏡的なレンズのなんか両方のレンズを多分アートっていうのは持ち合わせているはずでなんか私は結構そこがアートの一番いいところだなというふうに思っています。で今のの成合さんのご質問で言うと なんか私はやっぱりそこでその「やっぱ語り語が聞きたいんですよねその障害者女性」っていう語りになってしまった時になんか私たちがやっぱり先回りして彼女を記号化してしまうっていう作用が絶対そこで生まれてしまってなのでなんかそれ以前の真由美さん自身の個人の欲望っていうものをまあどれだけ尊重しながらその作品化できるかってことはまあ結構私の中で。 まあ木下さんの作作品をっっったたからずっとそれはあんんですよね。その木下さんが最初におっしゃっていたことでその作品の中で僕をろう者として呼ばないでくださいっていうそういうことを言われていたんですよ。なのでそういうアイデンティティポリティクスの問題ではなくあくまで僕が個人としてこの身を捧げたいと思ったんですっていうようなことをおっしゃっていて私はそれをやっぱすごくずっと今も考えながら。 政策に望んでいるところはあります、ね、ありがとうございます。オンラインからの質問が来ましたので、えっ、ー、と時間的には会場からあと一つ、それとこの、えー、オンラインのご質問ぐらいかなとはちょっと思いますが、えー、いただいた質問をあの読みますね。現在日本国内では多くの展覧会が多様性や SDGs を掲げ 自身の出自を主題とするアーティストを彼女彼女らが持つ属性の代表者や代弁者として招聘するという傾向が強いと感じます、えー、セクシャルマイノリティの作家や日本では珍しいエスニックの出自を持つ作家を何組か紹介し、えー、倫理的な問題をクリアしているかのように振る舞っている主催者が多い とも言えるのではないでしょうか。この動向について、どう考えられます。どう考えられますか。また、ご自身の作品がどのような文脈の展覧会で発表されることを望みますか。というご質問です。どうなったかお答えいただけますでしょうか。 これはなんか展覧会を作る方にも投げられているような感じもしますけどそういう人を呼ぶことによってよしとするなと女性を一人入れたからいいでしょうというようなことをどう思いますかと言われるような気がしていますがちょっとこれはアーティストプレゼンテーションとして皆さんからぜひお答えいただきたい。なんか私かか私らいいですか<は>い実際に あのまあ、今はすごくその活動がこう目立って感じられると思うんですがでもやっぱり目立って感じられることには理由があってその今までこう見てこられなかったものをまあ発見したりとか何ていうかこう紹介するっていうプロセスをまあ踏むことによってまあ集客だったりその理解だったりその作家を知るっていうことにつながると思うので。 なんかまずはそれがこう多くなってきたことを私はまず歓迎したいところもあります。なぜならすごく勉強させてもらっているところもあるからです。まあ、なんですけど、まあ今後まあ、なんか自分たちがどういうこうコンテクストの提難会に置かれたいかとかって言ったときに、そのなんかこうオファーを例えばじゃあなんかこう私たちがマイノリティって とかについての文脈でオファーを受けた時に本当に自分たちでいいのかみたいなことは常に考えていたいなと思っていてある種その例えばじゃあ私たちが記号的にこうクラブカルチャーとかパーティーとかっていうキーワードだったりそのメディアアートとかなんかそういう,こうコンテキストで呼ばれたとしてもこう100%自分たちがこう望むような作品新作だったりま旧作を 位置配置できるかって言ったら分からないっていうのもまあもちろんそうですしその自分たちの属性ではない何かに当てはめられた時に他の誰かを紹介することとがでできててもいいい思っているんです、ね、なんかこう自分じゃない適切な誰かなんかそのためにアーティストやそのキュレーターさんとかなんかこうキャラリストさんとかそういう人ともコミュニケーションを取っているのかなと個人的にはすごい思っていて。 自分たちでイベントをやる面白さっていうのはなんかそういうところもありますねこう自分たちがこう関わったことなかったけれど関わってみたい人たちと関わるっていうそうですねなんで私は結構そのまだ大文字のしかも大きい期間はやっぱ大文字でどんどんやっていくしかないところもあると思うんですねなんかそれをこうどうアーティスト個人やそのなんていうかそ,のなそれを見た人たちがこう 変えてまた次につなげていくかということの方がなんか重要なのかなと思いますがオンンラインの方はどうううででしょうかそうですねあのまさしくこの,あのご質問にあった通りの問題,問題の持ち方はその展覧会を作る方が常にあの持っている。 ことでまあ、だからこそこのような質問が来るんだと思うんですけれどそもそも属性であの人に依頼するっていうこと自体がかなりあの際どいというか政治性を持つのである地域例えば、えー、沖縄出身の作家を集めて沖縄のテーマの展なんかをやりますというのは非常に危ないだからそういったことは常にあの考えるようにはしています。 だからそ,れそういう問題がある上でどのような文脈で発表されることを望みますかというのはこれはかなりトリッキーなあのご質問ではあるんですけどね。ねえとこれはご感想ですかねもうひお一方、えー、オンラインから来てるんですけれども、えー、ルーツや SODI っていうのは。 あじゃあ大さん、えー、ルーツや素地などアイデンティティィを開素地は思いがけず何、えー、て言うんでしょうあの他者の性的、えー、性について開示してしまうあの一種のハラスメントなんですけれども、うんえー、そういったことが起こることを考慮してアイデンティティを開示しにくい社会であると思いますかという質問が来ています。 あの先ほどの質問にちょっと私も答えたくていいでしょうかあ,あして必要ないんですけどお願いしますあのえっと谷川さんとほとんど同じような意見でこれまで可視化されてなかったことが可視化されることが良いというふうに思いますし落合さんがその自分の,あの,ようあのことがのようにんてんでしょう気にしなくて済む社会になってほしいという言ったことが非常に心に残っています。 あその上であの、えー、開示しにくい社会であると思いますかというふうに来ていますあの作品を作っていて、まあ、ある意味開示しているとは思ういますがもし何かこの件についてコメントがあったらお願いしますありがとうございますちょっといろんなことが浮かんでてあんまり整理して話せないかもしれないんですけど。 さっききいたご質問には思わずなんかあんまり自分から言いたくないけどマイノリティって言ってしまってであと自分自身もこの話をすると自分の作品がやっぱりそういう先ほどおっしゃってた記号に収められてしまうのがすごい嫌で,で作品がなんかうん別物になってしまうので、まあ、すごいそういう塩梅をずっとゼロから100まで。 政策の中で、えー、とこれまでやってきてようやくなんかこういいベクトルみたいなものが分かるようになってきたところではあるんですけど <laughs> すみませんあの質問もう一回。アイデンティティィをしにくいい <laughs> 社会だと思いますか、えー、どうでしょうあの自分の生きてきた約30年間の中では、まあ、幼少期と大人だと何というか。 自分の防衛できる力があるかないかでまた変わってくるところもあるかもしれないんですけど感覚としては何というか多分逆にオープンにし,しやすい時代に来てるように個人的には感じててやっぱそれはその変化が起こってたりとか受け皿が何というかできてきたりとか何でしょう。 変わっていこうっていう力が起き始めている時代のようには個人的には感じます。はい、あの。なんかアイデンティティってその自分が自分のアイデンティティを言うっていうよりかは。まあ、私はむしろ突きつけられるものだと思っているので。えっと、なんか自分でアイデンティティをええと、えーとかえー、なんか言うとか開示するっていうことではなくて。まあ、自分が感じていること。っていうのも、まあ、ある種の、えー、突きつけられ。 突きつけられててるっていうか,なんかその自分がこの社会の中で生きてえっとなんかある意味でそのマイネンティっていうのはないようなものでもあるしでもなんかそこで自分は何かを定義づけられるっていうことを感じているっていうことを、うん、考えているってことですよねだからんだろうそれは違和感を持っているから作るんであるし、えー、まあすごくなんか。 シンプルなことであると思うんですけど。はいま、というとあ。大丈夫です。<laughs> いかがですか?。お答えできることがあれば。まあ、でも、すごいハンさんのおっしゃってた。そのアイデンティティが突きつけられるっていうのは。 やっぱりすごいなんかこう違った感覚だなと思ったんですけどなんかこう自分の場合はやっぱこうまあ日本ではまあ国籍マジョリティという形でまあ生きている人種マジョリティという形で生きているからかまあそのいわゆる明確なアイデンティティとっていうのを意識するようになるっていうことがそもそもすごく少ないのかなと思っていて。 そのアイデンティティだったりそのなんか自己同一性を追いかけるみたいな,なんかことが良しとされている気がするんですけどなんかそれってすごい移り変わるものだなと思うしその突きつけられている人にとってはすごく真剣なんていうか真摯になんていうかこう考えなければいけない問題になってしまっていること自体がなんかこうちょっと違和感を感じるんですけど百瀬さん、どうですか私も結構 なんかこうアイデンティティをなんを生まれた時にこうなんかあてがわれる楽園みたいな,なんかこう変化の可能性がそこにないものとして捉えるってことが本当にいいことなのかってことをすごい考えていて例えばセクシュアリティのことを考えた時にやっぱり私の友人にはこう。 後天的に自分から選択してゲイになったっていう友人もいますしなんかそういった自分自身のセクシュアリティをどれだけ自分でなんか自覚できていると言えるのかなんて、まあ、本当にわからないわけでなんかそういった流動性みたいなことを含めて私はアイデンティティの話をなんかしたいなと思うんですね。 なんかある南米のアーティストでちょっと名前忘れちゃったんですけどなんかある植民地支配を受けていた国で生まれたアーティストでなんかお父さんはその支配側のまあ国の人でまあお母さんは支配された側の国の人だったらしいんですけどまあその最初そのお父さん側の支配側の,その名字名前どっちだったか忘れちゃったんですけどちょっと名前だったのをその自分の意思でその後から。 その支配をされたたた側の名前に変えたっていいう人がいたんですよ、ね、だからある種そういう自分の名前が背負ったアイデンティティみたいなものを、まあ、自分で書き換えることもできるっていうような,なんかそういう流動性においてなんかこう私はその人がその時点で何を考えていたかっていうあくまでその時点でのなんかその人の姿形を尊重したいなと思うしなんかそういうふうにこう周りが 何かジャッジできるものなのだろうかみたいなこともやっぱすごい考えてしまう、うん、だから結構そういう流動性みたいいなこととはなんかよく考えまますすありがとうございます先ほどの,あのオンライン上の,あの方のご質問は感想も含んでいてその、まあ、日本で活動する上でのヘイトだとかそういったことのリスクや不安と向き合うことが 自分の中のフォビアとどう対峙するかともそれは言えるだろう。で、えー、今日のプレゼンをあの聞いてこのご時世を生き抜くための勇気を頂い,いたかのようですありがとうございましたとありました、えー、皆さんから会場からのご質問がなければあの時間、うん、となりましたので、えー、締めたいと思いますが。 よろしいですかはい。それではえ皆さんありがとうございましたご登壇者の皆様ありがとうございましたま以上をもちましてセッション2を終了とさせていただきます